今日はね、あのレクチの和道旅団のレクチ、俺のね音楽作ってくれてるレクチがいるんだけど、その子がね、あのライブハウスをやる、ライブハウスで演奏するということで、あの和道旅団の愉快な仲間たちと見に行きました。かなたんはどつ、ゆうなりさんこんばんは、楽しんでいってください。どうもー、よいしょ、いっすいっす、いっす、お疲れ様でいっす。はい、かいほうこんばんは、今家に着いたよ。まったり雑談やろうね、よろしくお願いします。皆さん、やり口頑張ってたね。サウンドも結構良かったね。あんまり聞かないジャンルだったけど、すごい良かった。みんなわたつー、かいほうもねステッカー買ってくれたもんね、新しい新作のステッカーを、ありがとうね。じゃあ KP しましょうか。 KP こんばんは、みーたん。なんだろう、昨日すいませんって。昨日なんかあった？昨日なんかあった、みーたん。何の件ですいませんか、わかんないよ。 KP、 はい、こんばんは、ザクロちゃん。今日は女性陣が多いね。女性に喜んでもらえるトークをしたいと思います。フォローしなくていいよ、そういうのはギャグだから、いじりだから。みんなみーたんがそういう風に面白い笑いを作ってくれたって分かってくれてるよ、うちのリスナーさんは。冗談だから、今 LINE 送ってくれた？あ、いいよ、確認するね。みーたんが逆にフォローしてねえのかよって突っ込んで、あそこでボケをかましてくれたから笑いが起きたんだよ。いや、反省じゃない、全然全然。あれ面白かったよ、みんな笑ってたでしょ。うちのリスナーさんは笑いに導入だから、で本気で怒ったりとかしないから、面白かったじゃんね。ね、応援してます、大好きです、フォローしてねえじゃねえかこの野郎って、オチとしてはなかなかいい出来だと思うよ。みんな感謝してるよ、本気で怒ってないから。本気で怒ってたらブロックするんでしょ、みんな大事なリスナーさんだよ。ゆうなりちゃんが今送ってくれたのね。はい、オッケー、ありがとう、ありがとうね。ですね、明日あの新八町の企画でフットサルのイベントに出ます。もしよかったら新八町の枠で楽しむんで見てください。鶏みたいでかっこいい。そう、今ツイッターツイートしようか。ちょっと待って、発射新八丁枠。あ、細田さんお疲れっす。お疲れ様でーす。ちょっと待ってね。明日の新八丁の企画出るんで。どれだろう。これかな？フットサル。いつかお会いしたい。ぜひぜひ会いに来て。俺、リアトツ1万人の旅っていうのをやってて、今99人目だから、100人目のプレミアム、シャープ何番を名乗っていいから、リアトツシャープ何番をね。今99人です。みんなそれぞれに番号がつくから。嘘、マジで？よかったじゃん。旦那さんが連れててくれるって沖縄。ああ、お役に立つで嬉しいです。はい、みんな拡散お願いします。新八丁のリツイートをツイートしたんで、リツイート&いいねお願いします。明日企画やります。参加メンバーは新八丁、金馬絵、内藤龍介、ポンスケ、テルチャンピン、和道光也で、未定なんだけど、舞ちゃん、はい、おかえり。みんなツイッターいいねとリツイートお願いします。ふわっちで生放送する予定なんで、新八丁の枠見に来てください。大会もの本気の和道さん頑張ってください。いやー、まあまあ、俺、運動神経ないからさ、まあ、頑張るけど、
お役に立てるかどうかだよね。なんか俺運動音痴なんだよね。東北はね、仙台まで行ったんだけど、ヒカルくん出ないんだ。まあ忙しいかんね、ヒカルくんは。うん。娘寝た、ランリー。いらっしゃい。うん。フットサル出る出る。さっきね、誘われて、新八丁から。ワドンも来て、つって。あ、行く行くって言って。うん。そう。俺運動神経ないから、みんな笑わないでね。サッカーでしょ、要は。狭いコートのサッカーだよね。人数足りんのこれ。新八丁、金映え、内藤、ポン、内藤龍介、ポンスケ、テルチャンピン、ワド、コウヤ。7人で足りる？いや、これを二つのチームに分かれるから3-3でやるの。急遽決まったね。急遽。うん。いや、さっき来たの。多分人数が足りなかったんじゃないの？人数が足りなかったから、あ、みんなリツイートありがとう。みんなリツイートといいねボタンよろしくお願いします。ワードリスナーは。あの、新八丁のね、フットサル企画に出るんで。うん。相手チームじゃなくて二手に分かれるって言ったけど、これ人数足りなくねえか？大丈夫かこれ。フットサルって5人ぐらいでやんじゃないの？ 3、4 のフットサルって聞いたことないけど。みーちゃんこんばんは。たくみさんワードツアーお疲れっす。楽しかったね、レクチ。頑張ってた。大丈夫かな？どうなんだろうね。まあ、いっか。俺の企画じゃないし、みんなリツイートありがとう。みんなリツイートいいね、ありがとね。あとね、Facebook、YouTube やってるんで、もしよかったら皆さんチャンネル登録、ぜひぜひ全部してください。新八丁さんの枠ね、よろしく。あ、フォローありがとね。ふわっちもフォローありがとう。あ、キューピーさんお疲れっす。お疲れっす。明日新八丁とフットサルやるんですよ。もしよかったらキューピーさんも見てください。サッカーの狭いコートのバージョンなんで。キーパーはいるでしょ？ってことは二人でドリブルしないといけないの？めちゃくちゃじゃない？ちょっと。大丈夫かな？これ。大丈夫かな？ねえ、キーパーが一人いないといけないから、どうすればいいんだろうね。まあ、いいか。うん。おい、みちゃん、こんばんは。こんばんは。楽しんでて。今日はね、ライブハウスから帰ってきた。久々ライブハウス行った。ライブハウスでね、写真も撮ってきたから、もしよかったらツイッター見てみて。今日はまったり放送やろう。まったりは。これ企画倒れする可能性あるよね。これマジで企画倒れする可能性ない？大丈夫だろうね。でもなんかあれじゃん？新八丁のことだから隠れゲストとか呼んでるんじゃないの？多分大丈夫だと思う。こんばんは。ヒトラーさんいらっしゃい。人数が足りないよね。絶対どう考えても。まったり最近できてなかったからね。フットサルね、ごめんね。どこでやるのかは、場所書いてんのかな？もしかしたら通報対策でさ、場所公開してない可能性あるから、人の企画だからさ、俺言えないわ。申し訳ない。あ、書いてあるな。書いてあるな。新八丁のツイッター見ると書いてあるよ。リツイートしてあんの。うん。新八丁が、あ、住所書いてある。江戸川区だね。ツイッターに書いてあります。載ってたわ。ごめんごめん、トレアさん。トレアさん、ツイッター見てみて。住所も全部書いてあった。で、リアトツオッケーだってよ。ちょっと待ってね。今見てみるから。リアトツオッケーだって。配信回さなければオッケーだって。うん。つみきちゃん、はい、初アイテムありがとう。バーガーありがとう。今日一発目、ありがとうございます。あ、みやびさんどうもどうも。お疲れっす。東京来た際にはぜひぜひ。僕、名古屋行った時、リアドスさせてください。ぜひ、みやびさん。名古屋に行った際にはお世話になります。よろしくお願いします。いや、転ぶっしょ。
だって捨て頃以来運動してないもん。ヒロシって誰だろう。ヒロシが分かんない。ヒロシって人が誰なのか。荒野は来るってよ。荒野は参加メンバーに入ってるよ。ぜひぜひよろしくお願いします。なんか配信者ってやっぱ少ないんで、狭い世界なんでね、みんなで和を大切にして仲間増やしてやっていくと楽しいんで。いや、みやびさんめちゃめちゃかっこよかったよ。俺ね、みやびさんね、もダメだと思ってたの正直。もうドルさんにボッコボコにやられると思ってたけど、試合ねフルバージョン見たらすっげーいいパンチ。あの左右の連打の服はあれ入ってますかね。あれすげー良かったっすよ。で必殺技ね、ブーメランフックも用意してて、左右のフックの連打でこうやって追い詰めてる時、あれで火ついちゃったんだよね多分。あれすげーかっこよかった。ナイスファイトでした本当に。みやびさんね、感動したよね。あんな強いドレさんに勇猛果敢に。ドレさんもみやびさん強いって言ってたもん。うん、一発当たったら危なかったって意味が分かった。かっこよかったよね、みやびさんの試合。あれ本当に当たってたらワンチャンあったよ。すっげえ鍛えてたの俺。みやびさんね、何ヶ月ぶりに会ったんだけど、捨て頃の時に肉体改造すごかったもんね。ファンになるよねあれは。俺もファンになった。普通にすげえなーと思って、あんな体格差あるのに。かっこよかった。なんか便所太郎さんの YouTube に載ってるよ、あのフルバージョン。見てみるといいよみんな、すげえ面白いから。ノーカット版試合ので、あの楽屋の試合前と試合後のインタビューとかもあの差し込まれてんの。なんかこういう言い方変かもしんないけどさ、おっさんのファイトっていいなって思ったよね。もう現役退いてる年齢なわけじゃん。そういうのも見れるけどね。これはあるよ、あるけどね、あのこれ偽物なんだよ。シルバーじゃないから被れるの。飾りにするこれは。うん、これもうね、あの首が汗もだらけになっちゃうから、シルバーじゃないんだよねこれ。うん、パチモンだからさ、あの3000円ぐらいで売ってるやつだから、原宿で。多分ハイドがつけてんのは本物シルバーで高いやつでしょ。俺はこれでいいやと思って、これ気に入ってるから。ライブハウス久々行ったらバンドやりたくなったな。なんかね最近ね、あの和道の曲を作ってくれる人が多いんですよ。ちょっと紹介していきましょうか。まずレクチが作ってくれた曲はいつも聴いてるこれなのね。みんなかっこいいっていうやつ。かっこいいじゃん。これはあの花火投げてもらう時にあの流してる音楽、エンディングとか。これみんな聞いたことあるでしょ。これと他にあの和道の旅をイメージして沖縄旅行を見て感動したから、ちょっと和道に曲作ったから聞いてって言ってくれて、この人リスナーさんで結構前から活動あのコメント打ってくれてて、古い人なんだけど、あのなんて言うんだろう、アーティストとして活動してる人なの。これがその和道の旅をイメージしてくれた曲で、新月っていう曲です。聞いてください。かっこよくない？すごいなんか琉球っぽいっぽさもあるし、旅っぽさもあって、すごい嬉しいよねこうやって。でもう放送の BGM とかに使っていいですよって。ありがとうねみんな、なんか嬉しいですお気持ちが。嬉しいよね、嬉しくない？いいでしょうこの曲。サクランボワード2、今ねリスナーさんが作ってくれた旅をイメージして作ってくれた曲を聴いてます。聞こえてるよね。どうなんだろうね。
いいよね。嬉しいよね。っていうように、なんか、アーティスト、これ本格的にやってるアーティストの人たちが、曲を作ってくれてるの分かるっしょ？作りが全然違うっていうかさ。で、さらにね、昨日朝起きたら、ツイッターに DM が来てて、ワド、俺も実はアーティストなんだと。で、ワドの曲をイメージして作ったから、俺のも聴いてくれと。でね、ちょっとね、俺は聞いてみたけど、クオリティ高いじゃん、この二人は。わかる？クオリティめっちゃ高いでしょ。で、これを聞かせるのはどうかなと思って、ちょっと今迷ってる曲があるんだけど、みんな聞きたい。ちょっとみんなに任せる、正直、これは。これはね、放送を流していいのかな。3曲目で和道をイメージして、対抗してきたの、要は。リクチは、捨て頃の音楽作ってくれたでしょ。で、今度、この人、イタリア人っていう人なんだけど、イタリア人っていう人は、旅？和道の旅をイメージして作ったんだよって言って。で、そこに対抗してきて、いや、俺も和道の曲作ったわって言ってきたの。聞きたい？みんな。聞いてみたい？じゃあダウンロードするわ。ダウンロードする。じゃあちょっとこれ聞いてて。ちょっとこの曲一曲聞いてて。じゃあ旅の方ね。新月っていう曲聞いてて。ちょっと今ダウンロードするわ。はい、あや、ハートありがとう。いや、クオリティがさ、この人たちはプロじゃん。琴を弾いたりとかさ、エレキギターとかかっこいいわけじゃん。だけど、これは大丈夫なのかなと思って、うん。ちょっと待ってて、今ダウンロードするから。あ、大丈夫。じゃあ今、ちょっと聞かせるわ。いい？覚悟できてる？みんな。いい？じゃあ流すよ。準備できてる？いくよ。この曲流して大丈夫なのかな。ちょっと待ってね。いくよ。くだらねえからよ、匿名の掲示板でガタ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 書いてろよ、この野郎。あ、ちょっと待って。ちょっと待ってね。重たいわ、これ。このサイトが今重たいから。ちょっと待ってて。つっちー、こんばんは、いらっしゃい。ちょっと待っててね。今ダウンロード中だから。もうちょい待ってて。なんだろう、今日サーバーが重いのかな？なんだろうね。いや、なんかね、最近和道のアーティストたちがね、すごい、俺もになってるんだよ。俺もに。ちょっと待ってて、ダウンロードしてるから。ちょっとじゃあ、ダウンロードし終わったら流そうか。ちょっと、長いから、これ。ね。普通の曲。ちょっと待っててね。段取りが悪くてごめんね。前振りは良かったんだけど、段取りが悪かった、俺の。段取りがまだだった。ちょっと待ってよ。いや、アーティスト名はまだ言えないけど。いやいや、何を言ってるんだ、君たちは。君たちは俺の放送を潰す気か？ なんだ？俺の段取りを潰す気なのか？まあ、後で流しますよ。ダウンロード完了したら。ちょっと待って、なんかダウンロードが重いんだよね。なんだろう。面白いよね。いっぱいいろんなアーティストがいるからね。アーティスト名はちょっと伏せさせていただくけど。なんかね、サーバーが重い。でもさ、いろんな、お、やんちゃアザラシいらっしゃい。なんかいろんな才能があるからいいよね。こう、面白いよね。いろんな才能とのコラボレーション。すずいらっしゃい。これから夜勤なの？頑張るね。また覗きに来て。ありがとう。ありがとね。ありがとう。まあ今日はまったり雑談してこ。最近雑談でさ、稼げてないからさ。やっぱ雑談がメインじゃん。ありがとう。バーガーありがとう。アイテム。バーガーありがとね。
サンキュー。やっぱさ、うちのリスナーさん雑談が好きな人が多いから、まったり枠が。そう、本業をちゃんとやらないとと思って。本業を。ふわっちの配信者でもだいぶ増えてきたよな、最近。今286人いるもん、ゴールデンタイム。ふわっちメインにしてる人すごい増えてきた。粒が揃ってきたね、だんだん。もう一流のサイト名乗っていいでしょう、このサイトは。旅の疲れはだいぶ取れてきたよ。大丈夫。だいぶ取れてきた。いい感じです。ありがとうね、気使ってくれて。でもね、俺にはね、地獄の郵送作業が待ってるんですよ。うん、あ、じゃあ皆さん聞いてください。準備 OK だったら手挙げてください。皆さん OK？ 準備 OK？ みんな行くよ。あ、くだらねえからよ、匿名の掲示板でガタ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 書いてるよ、この野郎。いいえ、どれさん、あいつ絶対統合失調症治ってねえよな。アイテムください。てめえ2チャンネルあかよ、この野郎。アイテムお願いします。雑談タヌキか。アイテムください。雑談タヌキなんか見るわけねえだろ、この野郎。花火欲しいな。見ねえよ、2チャンネルなんかよ。誰かごめん、花火くんね。アイエナジーで。あ、やばくないこれ。くだらねえからよ、匿名の掲示板でガタ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 っていうのを作ってくれた。アホだよね。アホだよね、本当に。なんだろう、もっと長かったのにな。なんか短いバージョンになってる。アイテムくださいって。よく、あれだよね、引っ張ってくるよね。放送いろんなところヘビーで見てるんだろうね。もっとね、1分半ぐらいある長い曲だったんだけど、なんかダウンロードされなかったね。なんだろう。うん、笑うよね。これ欲しいよね。で、YouTube にアップさせてよって言ってんだけど、なんかね、ダメらしいね。なんか。サブリミナル小月で。言い方よ、言い方。うん。いや、面白いよ。もっと、あった。長いバージョンあった。ちょっと待って。長いバージョン流すわ。長いバージョンいくよ。ちょっと待って。長いバージョンいくよ。みんな、聞いててよ。いくよ。あ、くだらねえからよ、匿名の掲示板でガタ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 書いてるよ、この野郎。いいえ、どれさん、あいつ絶対統合失調症治ってねえよな。アイテムください。てめえ2チャンネルあかよ、この野郎。アイテムお願いします。雑談タヌキか。アイテムください。雑談タヌキなんか見るわけねえだろ、この野郎。花火欲しいな。見ねえよ、2チャンネルなんかよ。誰かごめん、花火くんね。はい、NG です。おめえみてえな話のわかんないやつは NG だ、バカ野郎。偉そうなこと言ってるから NG です。花火投げろよ。偉そうなこと言ってるから NG です。花火くれないんだったらちょっと枠閉じてもいい。偉そうなこと言ってるから NG です。ほら、うなちゃんまんこは配信者ではないと思ってる。プロリスが面白いことやってるっていうリスナー側の上の方にいる感じだと思う。偉そうなこと言ってるから NG です。お前うるさい、気持ち悪い。はい、 NG です。パッコメありがとう。くだらねえからアイテム投げてから文句言え。詐欺師とか言う前に花火の一つぐらい投げろよ、この野郎。気持ち悪いんだ。今その話関係ないでしょ、キナブタ。アイテムください。のんちゃんはもう昨日警察に突き出したから。アイテムください。今刑務所だよ。あいつはもう警察に昨日突き出したから。アイテムください。犯罪者は。アイテムください。犯罪者は警察に突き出した。うぜえよてめえ、いい加減しろよ。殺すぞマジてめえ。あ、炎上見たい人アイテムお願いします。どんだけ貧乏だよお前ら。花火3発ぐらいちょうだい。貧乏すぎて話になんねえ。3000も出せねえのか。やばいね。クオリティ高いよね。さすが。はい。うなちゃんまんこの作品でした。ありがとうございます。いいね。クオリティ高いよね。うん。いろんな有名配信者の SE を作ってる人なの、この人は。これを、みんな聞けるように YouTube でアップしたらダメって聞いてるんだけど、なんか、いやらしいね。うん。いやらしいね。面白いでしょ。うなちゃんまんこっていう人がいるの。配信者に。まあ、リスナーさん、まあ、リスナーたまにコメント打つけど、うん、うなちゃんまんこで検索したら出てくるんじゃないかな。いろんな、その、まあ、基本的にはうなちゃんまんの、うなちゃんまんのあれを作ってるの。SE っていうか、その、DJ みたいなことをやってて、配信で。で、いろんなふわっちの配信者。例えば、ドレさんの歌とかもあんの。
で、和道の歌も作ったよ。うん。笑うよね。はい、NG でーす。あれ、俺ドライブしてる時によく聞く。なんか、のんちゃんに運転してる時に、なんかすげえ面白いのあんだよ、つって、ドライブ中に聞くとすげえテンション上がる。うん。たまに見る。面白いよね、うなちゃんまんこね。でもね、すぐバンになっちゃうの。あの、おすすめ規制の。だフォローしてる人しか見れないの。うなちゃんまんこは。面白いのにね、冗談が通じない人がいるんだ。ガチで怒っちゃう配信者がいるんだろうね。俺はこういうのはなんかネット文化のいいところだと思ってて。まあ、職人さんじゃん、もうここまで来たら、正直。完全な職人さんじゃん。だって愛情がないとここまでできないじゃん。愛情でやってると思うんだけどな。インコじゃなくてね、文鳥の釈迦。うん、ピーって言うでしょ。釈迦。ほら。釈迦です。僕の彼女です。パートナー。職人だよね。全然いいのに。なんかこういう人は大事にした方がいいなと思うんだけど。感じですよ。かわいいでしょ。釈迦ほら返事するから。釈迦はもう3歳かな。うん、もういい年だよ。懐いててかわいいよ。うん、俺が旅行ってる時は匠さんとかに預けてもらって、預かっててもらって、リスナーさんに預かってもらってんの。そうだよ。あ、でも昨日はいなかった。昨日のね、夜届けてもらったの。釈迦。釈迦ちゃん。お、メスだよ。オスの場合だとダンスするの。ま、ま、文鳥って聞いたことないだろうけどさ。ねえ、釈迦。釈迦。あの、スズメに近いかな。大きさとか、見た目は。あのね、インコはもうちょっとブチャイクなんだよね。もうちょっと体が大きくて、なんかこう前歯がこうなってる、爪が。インコではない、あの南蛮貿易で日本に来たの、インドネシアとかから。で、日本でその品種改良されて突然変異で出たのがこの真っ白い鳥の。かわいいよ鳥は。鳥はね、飼ってみないとわかんないけど、あのね、頭いいんだよ。鳥ってめちゃめちゃ頭いいの。だから人間でいうところのね、知能はね、5歳ぐらいの知能があるの。だから会話ができるのよ。自分の名前も覚えるし、あの、やりとりができるの。ただ、あの、ほら、恐竜の末裔でしょ？恐竜の末裔。だからね、気性が荒いんだよ。感情年齢って言うんだけど、3歳ぐらいの感情なの。2歳とかの感情だから、もう怒ったり泣いたりとかがすごい激しいの。うん、話、会話、鳥言語は大体覚えた。あの、釈迦が、その、釈迦の言葉で大体、その、スズメとかもわかるんだけど、その警戒音とか、喜んでるとか、仲間を呼んでる音とか、あと、懐いてる音とかがあるのね。独特の鳴き方があるの。で、大体、その、釈迦きっかけで鳥言語が分かるようになってきたよ。カラスも頭いいね。和道さんの頭あたりぴょんぴょんしてたから可愛い。頭にも乗っかるよ。うん、文鳥文鳥。白文鳥って言って、日本固有種だね。日本で生まれた突然変異。本当はね、あの、白と灰色と黒の、ね、なんか、カラフルっていうか白黒。なんだけど、鳥言語っていうの、例えば、釈迦。今のは返事の音なの。ピッていう鳴き方。で、甘えてるときは、クルルルル、クルルルルとか言ったりとか、あと強く鳴くときあるのね。同じピでも。それは、遊んでよっていう意味なの。かまってよとか、出してよとか。であと、餌がないときとか、餌取り替えてとか、要は、その、何かを伝えようとしてるとき、呼んでるときっていうのかな。あと、その、あと、キュー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 って泣くときがあるの。それは、あの、寂しいよっていうときとか、そういう鳥特有の言葉がわかるようになる。今3歳だね。もう、人間で言うとこの30歳ぐらい。いいおばさんだよ。
ただまあ甘えてきたと思ったら急にさ怒り出したりとか感情の起伏が激しいから、うん、今テンション上がってる感じだね。名前呼んでもらえたから嬉しい嬉しいってやってる。素早いよ、うん、鳥だもん。でもねやっぱりね自然界にいる鳥ってすごい綺麗に飛ぶの。風に乗るっていうのかな。俺鳥全然興味なかったんだけど釈迦を飼うようになったからスズメとかのかっこいい飛び方とかツンデレツンデレもう。でももう怪我するぐらい噛みつくとかはもう一切やらなくなった、うん、怒ってる時はつつくけど怪我はしない。文鳥はインコの場合は肉ちぎっちゃうぐらい噛む時もあるの。この子はもうどこまでやったら怒られるっていうの分かってるから。わ子供の頃大変だったね。ケイちゃんこんばんは、うん、そうそう。あとね俺が落ち込んでると分かるみたいね。慰めようとしてくれる。リータミードいらっしゃい。わだつ俺がその悲しい時とかさへこんでる時とかはなんでか知んないけどその静かにここら辺にぴょこって乗っかってもうなんか優しくこうキューキューって鳴くの。大丈夫だよって飼ってみないと分かんない。嘘みたいでしょこれ。持って言ってないからね。よくペットバカっていうかさ猫飼ってる人は猫分かるんだよとか言うじゃん。本当に分かるの。釈迦とよく喧嘩してたよね、うん、もう立派な女性。7歳から10歳ぐらいが寿命だからもう適齢期を過ぎたぐらいだね、うん、卵は一回も産んでないね。卵で命を落とす可能性があるから発情しないように大事に育ててる。この子もともと体が弱かったのね。体が小さいの他の鳥に比べて。この子もしかしたら早く死んじゃうかもしれないですよって言われたんだけど4匹いる中で手に乗ったのがこの子だけだったの。俺の手にピョコって乗っかって、でこの子にした方がいいんじゃないかなと思って、でこの子すぐ死んじゃうかもしれないって体が弱いからって、ベタ足って言ってね立てなかったの。こうやって地面にお腹ベタってつけて子供のひなの時はなかなかねダメだったんだけど元気に育ってよかった、うん、やんちゃ坊主だよユウソウ作業は明日も企画あるからな。もう人の手が欲しいよ。最近忙しくて忙しくて、もうスタッフさんちゃんといないとダメだわ、うん、大変。何の手伝い？例えばさ、その郵送とかもさ、何十人っていう作業だから、もうテルの枠とかもすごい大変なのよ。要は住所書いたりとか、名前書いたりとかするのだけでも大変だし、そういうね、あと物販とか、最近そのイベントごととかにも参加するようになったから、そういう時に物販お願いするようになったりとか、スタッフね、そういう、いや、ようやくだよね、本当に。例えば、たくみさんには YouTube 書いてもらってるし、あと、ブログとかも書ける人いたら、ブロガーとかも欲しいし、いろいろ、その、なんつうの、自宅で全然作業できるのもあるしさ。いや、ようやくだよね。だから、最近とか、外部のサイトから、もしよかったら、うちのサイトでやっていただけませんかとか、声かけていただけるようになったりさ。うん。そう。あ、立ち上げのサイトの手伝いとかさ、うん、いろんなのがある、うん、もう忙しくてしょうがないの、うん、でもありがたいよね、うん、ああ全然落ち着いたらでいいよ。暇ができたからで全然大丈夫。まずはね、自分のことだもんね。で、時間的な余裕とか金銭的な余裕ができたらさ、
なんか手伝えるよってやって、なんか一緒にね活動楽しめたら面白いじゃん。今日もだからレクチのさ、あの音楽作ってくれてるレクチのねライブだから、晴れ舞台だからみんなで応援しに行こうって言ってみんなで行ってきた。そういうのもいいじゃん、仲間内でみんなで困ってることとかさ、祝い事とかあったらみんなで駆けつけるとか。我らが和同旅団だからね。なんか団員は結構大事にしていきたいなと思ってて、なんか重たいな今日ネットが。サーバーによるのかな、ネットが重い。けいちゃん風船ありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。あ、ダメだね、ダウンロードが重すぎる、全然速度出てない、これはひどいわ。そうだね、好きなことをやってやっぱ仕事にやるのが一番社会のためにもいいと本気で思ってるのよ。自分のためじゃなくて社会のためにもいいと思ってて、うん、あ、参加しますよ僕、誘われたんで、あの行かせていただきますって、深夜町に行くよっつって連絡した、うん、行く行く。はい、のっちこんばんは、風船5個ありがとう、アイテムありがとう、サンキュー。ダメだ、回線が絶望的に重たいわ。まあね、放送できてる分に問題ないから。お、うなぎ犬いらっしゃい、うん、そうそう、東京から久々、うん、久々の東京帰ってきたよ。うん、そうだよ、やっぱりさ、自分の好きなことを仕事にしてるとさ、お客様も気持ちいいじゃん。で、合ってる仕事合ってない仕事ってあるのよ。例えばコミュニケーション取るのが好きな人はさ、接客業向いてるし、俺なんか喋りが大好きだからさ、喋りを聞いてもらえたら嬉しいわけじゃん。そう、やっぱりそのね、筋肉隆々の人はスポーツでね、生計を立てるとか、俺は大事なことだと思うよ。自分の仕事何が向いてるのかっていうのはさ、人によって才能って違うわけだから、自分の才能を見つけるのもね、生きる喜びじゃない、楽しみじゃん。絵を描くのが上手い人は絵を描いて仕事にするべきだし、うん、俺らね、漫画とかアニメとか好きだから。あ、ごめん、誕生日会はごめん、行けたら行く、約束はできない、ごめんね、行けたら行くよ、うん、でもほら、なんだろう、リスナーさんと誕生日会やるんでしょ、俺が行くと邪魔になる可能性あるから、うん、ほら、みんな解放を見に来てるわけだから、配信者が行くとなんかごちゃごちゃする時もあるのよ。だからそこはね、あの空気読みながら。あ、そうなんだ、うなぎ犬さん東京のどこなの。俺新宿。うなぎ犬さん風船ありがとう。俺は新宿だよ。近かったら、もしよかったらいつでもリアドツいいからね。外配信やってるときはリアドツ来てください。次の旅はね、多分ね、大阪になると思う。今香川さんに連絡して、あの今月の中頃に行くって言ってたんだけど、あの大阪リスナーさん朗報ですよ。あの大阪でオフ会じゃないけど、
リアトツ、大阪のリアトツ、香川さんのお店でやるんですよ。だお酒飲みながら長時間絡めるんで、大阪の人はぜひ。俺新宿だよ。うん。いつでも来て。安い安い。この辺はだってワンルーム11万12万ぐらいだもん。で、話元に戻すんだけど、大阪でオフ会やります。で、香川さんのお店で1日店長やるんで、みんな集まってください。で、これは告知してたんだけど、何が朗報かっていうと、ドレさんと2人でやります。だから僕だけじゃなくて、ドレさん、香川さん、和道って会えるんで、いいでしょ？どうせならさ、リスナーさんまとめて会いたいわけじゃん。配信者、有名配信者とか。あ、大阪来てよ。うん。多分ね、月末にしようと思ってるから、かくんはどつ、それだったらよくない？なんかまとめてドレさんに会えるって嬉しくない？なんか、和道にも会えるしみたいな。新大久保のライブハウス。あ、そうなんだ。ライブやってるんだ。あ、そうなんだ。ありがとうね。新宿はメッカだから。いいよね。大阪リスナーでリア突して、もしかしたらね、お店満択になっちゃうかもしんないから、その日予約っていうか、しとかないとダメかもしんないから、香川さんのお店どれくらいなんだろう、大きさ。何択ぐらいなんだろうね。うん。来月きっと潰れますっていう店名だもんね。どうなの？香川さんのお店人入ってるの？どんな感じなの？今月末、香川さんの都合がよろしければ今月末お願いしますって、やったけど。そう、リアトツは時間制っていうかもう、バンバン予約してバンバン、来ないと、多分満卓で入れないとかいうオチになるかもしれないから。それだけは避けたいからさ、大阪のリスナーさん会いたいから、全員に。うん。多分ね、人集まりすぎちゃったら入れないもんね。まあそんなに俺有名じゃないから人来ないと思うんだけど、まあ、4、5人とかだったらちょうどいいかね。大阪のどこだっけ？有名なところだよね。マーヤさん、初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてね。和道です。よろしく。どっから来たの？うん。ありがとう、来てくれて。大阪の、なんか道頓堀だっけ？川があるやつ。でっかい、ダイブする川あるじゃん。あそこじゃなかったっけ？うん、そうだよね、立ち飲み用のね、心斎橋だって、大阪の。だから多分その日しか絡む時間ないと思うから。うん、いや、ワタミとかね、やっぱり、ゆっくりできないよ。やっぱ身内の方がいいよ、身内の店の方が。うん、心斎橋か。うん、心斎橋のお店、香川さんのお店で。リアトツ全然大歓迎なんで、もしよかったら飲みに来てください。ドレさんと僕でカウンターの中入るかもしんないんで。ドレさんはカウンターの中入るかどうかわかんないけど、うん、ドレさんと一緒に行くことになってるから。そう、栄えてるところ。ジェルでも大阪なの。でも結構安く飲めるって噂だよね。香川さんのお店は。なんか安さが売りなんでしょ？システムがよくわかんないけど。うなちゃんマンに会いたいけど、うなちゃんマンクラスの大御所になったら俺から言うのも失礼だから、ちゃんマンが、なんだ大阪いんなら和道来いよって言ってもらえたらご挨拶行くけど、うん、俺からさ、言うのも失礼なぐらい大御所だから、香川さん。あ、香川さんじゃない、うなちゃんマンは。そうだよ、身内の店だとさ、誰々リスナーなんですかとか、結構キャスバーがそういう雰囲気だよね。カウンター同士で誰の放送を見てるんですかってよく話して仲良くなってるよ。誰々さんの放送面白いっすよとか。ちゃんまんには俺はいつでも会いたいよ。だけどだいぶ前に失敗してるから、ちゃんまんの店行って怒られて、で家まで行ってもうガッチャガチャになっちゃったから、ああいうのはもう避けたいんだよね、自分としては。うん、気分よくさ会いたいじゃん、みんな。ちゃんまんにもさ、和道頑張ったなって言われたいし、なんかシャンマンが来いよって言ったら俺は会いに行くけど、シャンマンが望んでない形で行くのは失礼だっていうのはだいぶ学んだよ最近。うん、ほら、やっぱ会いたくない日とかもあるじゃん。配信者も人間だから、気分のいい日と気分の悪い日ってあるじゃん。今日誰とも会いたくねえわとかさ、やっぱ大御所の人には気使うよ。
あ、そうなんだ。へえ、うなぎ犬さん。やっぱシャンマンが「おいワド来いよ」って言って「飲み行こうぜ」って言われたら行きたい。今ねミンクオイル、もうね沖縄で革製品がボロボロになっちゃったから、これ本革なのね。オイルを塗ってメンテナンスしないといけないの、本革製は。すぐへたれて一生ものにならないのね。こうやってそのミンクオイル買ってきて塗って、今メンテナンスしてるところ、塗り込んでるの。そうすると本革製はいつまでも使えるっていうか、味が出てくるのね、クターっとして。今ブレスレットのメンテナンスしてる。ミンクオイルです。関西どうだろうね。俺はできればその香川さんのお店行って、まあ2日3日ぐらい考えてるかな。なんか大阪のリスナーさんに会えたらそれでいいと思ってるから。インコ見たい。はい、どうぞ。釈迦ね、インコじゃない、文鳥ね。文鳥、文鳥で検索してみて。インコじゃないよ、知識豊富じゃないよ知恵さん。関西方面で大阪だったらリア凸できるっていう人何人ぐらいいる？手挙げて。大阪の方だったら会いに行こうかなって、会えるよっていう人。いや今ね匂いそうでもないよ。まあ、ちょっとやっぱ癖のある匂いするけど、まあ、しょうがないよね。皮独特の匂いね、獣の匂いね。まあ、牛側にも匂いあるし。行ってみたい？777さん。インコじゃないよ、文鳥、釈迦、文鳥ね、文鳥の釈迦ちゃん。あ、本当に？もしよかったらみんな来てよ、本当に。あの一期一会だからさ、いつね会えるか分かんない人生だから、もしねあの近くに住んでるっていう人はぜひぜひ一緒にお酒飲もう。なんかねやっぱり配信で見た雰囲気と生で会うとやっぱ全然違うから。ロビさんこんばんは。お酒飲めないんだったらまあドリンク、ソフトドリンク飲んで全然いいと思うよ。いや俺は全然ないがしろにしないから、そういうの。ちょっと割高になっちゃうかもしれないけど、あのお酒飲めないんですけどいいですかって言ったら全然俺はウェルカム、俺はね。でもまあそこでなんか一悶着あっても面白いじゃん。カエルさんこんばんは、いらっしゃい。俺は全然ウェルカムだよそういうのは。だって会いに来てくれるだけで嬉しいじゃん。だからあれか、ワタミとかの方が気が楽っつってなんだ。俺もゼルダに会いたいよ、みんなに会いたいよね。カエルさんこんばんは。仕事あるから行きたくても行けない。そっかそっか。まあそしたらね配信で会えるからさ。風船ありがとう。ロビさん風船10個ありがとう、ありがとう、嬉しいね。やっぱあれだよ、なかなかさリアとする機会がなくても、あの私そういうの恥ずかしいっていう人でも、俺は全然ウェルカムだから。ほんとパニック障害とかさ、なんか精神障害持ってる人もうちのリスナーさん多いのよ。やっぱ俺がアスペルガー持ってたりとか精神障害の話するから。だけどあれだよ、みんないい人だよ、大丈夫だよ。うちのリスナーは、和道のリスナーは、他の人はダメでも和道は、和道ならちょっと行ってみようかなと思ってもらえたら俺は嬉しい。群馬はちょっと遠いな。俺が群馬行くよ、その時は。群馬待ってて。で、群馬県に行ったら会いに来て。そうそう、生で会うと全然違うし、ほら、写真とかも撮れるじゃん。で、一生の思い出になるじゃん。ドレさんと俺と香川さんとリスナーさんでツーショットで撮ったりとか。ツーショットっていうかね、集合写真みたいなのも撮れるし。でね、配信好きな友達とかに自慢できたりするんだ。俺会ったことあるよって。そういうのも面白みだよ。で、一応ね、土曜日とか日曜日とか金曜日とか、そのリアドしやすい日、飲みの日だから、だそういうのを今、香川さんにメール送ったんだけど、香川さんから返事がまだない。多分忙しいんだと思う、営業中で。今、日程調整してるから待ってて、みんな。
こんばんは、マイメロさん。どうしたの、サムネ。どうしたの。やっぱりね、生で見ないとわからないことっていっぱいあるんだよ。生で触れ合わないと。それをね、みんなになんか感じ取ってほしいかな。あ、生で配信するってこんな感じでやってるんだって。うん。そうすると、配信見る目。あのね、これミンクオイル買ってきて、革製品がもう傷んじゃったから、あの、日差しと、沖縄の潮風で。今塗り込んでる。定期的にメンテナンスしないと一生使えないんだよ。俺、生ワードかっこいいもんね。あや惚れたって言ってたもんね。あや惚れたって言ってたよ。あやはね、もう一回会ったもんね。とつまちとかはもし、あの、香川さんのお店に入れなかったら、入れない人がいっぱいいたらやろうかな。うん。おしゃれかな？もう全然おしゃれじゃないと思うけど、最近ね、あの、お金に余裕がさ、皆さんのおかげでできてきたから、好きな服とか買えてるけど。罰ゲームのサムネなんだ。かわいそうじゃん、友達の罰ゲームは。マイメロちゃん。期間限定なのかな。大阪には行けない？つむきちゃん。兵庫に行ったらね、ぜひ。つむきちゃんよろしく。兵庫の方か。まあ、日本全国回るからゆっくりゆっくり。絶対会いに行くから、死なない限りは。楽しみにしてて。よし。いいね。味が出てきたね。これ何年ぐらい使ってるかな？結構色深み出てきたよね。買ってね、結構時間経つけど、くたっと、いい感じの皮になってきた。だいぶいい感じだね。まこやん、こんばんは。楽しんでって。はい、フォローありがとう。ふわっちフォローありがとう。Thank you。ねえ、最初はまだ色が明るかったんだけど、だんだん濃くなってくるでしょ。味がね、出てくる。これ10年ぐらいするともう最高にかっこいいよ。黒光りするっていうか。後ろの方とかも結構味が出てきたね。やっぱ皮は使い込んでなんぼだから。使い込んでなんぼ。こういうのも全部本革製でしょ。こういうのも例えば、どっかやってみようか。例えばじゃあ、ここだけ塗ってみようか。これ明るいでしょ？ここの部分。メンテナンスすると、こう。本当は布とかでやるんだけど、俺はもう手でやっちゃうのね。わかるかな。染み込んで色がちょっと伝わりづらいけど、くたーっと色がね、いい感じになってくる。布で本当はブラッシングするんだけど、ブラッシングと布でもう手でやっちゃうめんどくさいから、どうせベトベトになるからさ。なんで罰ゲーム、なんで罰ゲーム推しなの、そんなに。こういう、ミンクオイル、ミンクオイル。本当はね、あの、植物性のオイルとかもあるんだけど、俺はミンクが好きなのね。くたーって柔らかくなっていく感じが。そうすると、ちょっと色合いがね、こう、深みと、ちょっとテカリが出てきて、いい感じになるんですよ。最初硬いよ、皮は。最初は使いづらいの。なんでも。おい、解放、お疲れ。今日楽しかったね。また行こうね。そう、深みが出てくるのね、味が。素敵でしょ、いいでしょ、いい感じだよ。あと柔らかくなるからフィットするの。柔らかくなるからフィットする、いいよ、味がついて。いいよ、最高よ、ちょっと手洗ってこようかな。
普段はね、こっちのミンクオイル使ってるんだけど、このミンクオイル、定番のミンクオイルなのね。だから売ってなくて、ドンキホーテ。ちょっとこれ買った。こっちが欲しかったんだけどね。光で。手洗ってくんね。はい、マイマイマイさんいらっしゃい。ミンクって動物のミンクだけど、商品名じゃないのかな。昔はミンクの油使ってたのかもしれないけど、今はさすがに違うでしょ。どうぞ、寂しいよーっつって、どっか行かないでーって泣いてるの。釈迦いるよ。マイメラさんいらっしゃい。帰ってきたよ。今日は立川でライブハウス行ってきた。あと鮫島さんにお土産買ったんだよ。これ鮫島さんに届けたいんだけど。沖縄のお土産どう？鮫島さんいつ会えるかな。最近ふわっちやってんの？鮫島さんいいでしょ。なかなかでかいでしょ。結構高かったよこれ。鮫島さんにお土産、サメの歯。おやすみ、みーたん。また明日。おやすみ。お、うなちゃんマンコはどつ？うなちゃんマンコいらっしゃい。みんなに聞いてもらったけど、やっぱ、あれ欲しいって言ってたよ。ダウンロードしたいって言ってたよ。普段、普通に聞けるようになんかやってくれって言ってたよ。うなちゃんマンコ。みんなが。うん。サメの歯だね。うん。好評だった、すげえ。センスあるよな。誰とは言わずさ、あのアーティスト名を言わずに言ったのに、みんなすぐ分かったよね。うなちゃんマンコだよっつって送った URL のやつ、短いやつでしょ、25秒の。あれはダメだよ。あれじゃあ面白くない。あれじゃあ面白くない。要は曲を聴きたいんだって、うん、曲を普通に聴きたいんだって。そうそう、この人うなちゃんマンコ、みんなフォローしてね。あの DJ やってる人ね、うん、フォローしないとこの人おすすめ規制だから見れないから、この人の放送。もしよかったらフォローしてあげて。一番最初に送ってもらったやつの方がいいね。ワドの新曲作りましたっていう方が。あれ YouTube にアップロードしてくれるか、もしくはこっち側でやらせてよ。別に損するわけじゃないんだからさ。暑いね。フォローした？ありがとう。面白いよこの人の放送。結構笑わしてくれるよ。ロビさん花火ありがとう。ちょっと待ってね。ロビさん花火ありがとう。イケメンじゃないよ全然。全然イケメンじゃないよ。モテませんよ僕は、
気になった毎日、うん、そろそろ引っ越そうかな俺。なんか引っ越そうかなと思ってて、家が狭くなってきたから。なんかおすすめの場所とかある？区とか。いやー、あの曲いろんなバージョンがあるんだよ。うなちゃんとかどれさんとかで、和道の作ったよって言ってくれたよ、うん、NG ですって検索しすぎて。 DM でワドの曲 MP4 送った。 MP4 って動画でしょ？違うの？ MP4 って動画じゃなかったっけ？お、許可出た、ありがとう、うん、解像度、あ、新八郎お疲れ、明日よろしく。俺はね、解像度、カメラの解像度だよね。ちょっと待って、ね、364-430、364-436で、出力上げるとダメなんだよね。出力上げると、こんな感じ、見れてる？そうだね。364ぐらいにしてる、俺は。明日話そうよ、それ。これがね、見れてる、みんな。これが、1200のやつ。1200の。じゃあ、436じゃないね。これが最高解像度かな、俺の。要は、1280の720のフル HD やんじゃん。あれの半分だね。あれの半分にしてる設定を。フル HD の半分。うん、明日よろしく。でも機材のことね、やっちょ詳しいから。うん。ありがとうね、うなちゃんマンコが送ってくれたよ。うん。うなちゃんマンコが送ってくれた曲があるんで、聴いてください。よいしょ、待ってね、ちょっと待ってね、うん、よいしょ、よいしょ、これ YouTube にアップするから後で、よいしょ、よいしょ、じゃ聞いてください皆さん、うなちゃんまんこが作ってくれた新曲です。くだらねえからよ、匿名の掲示板でガタ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 書いてろよ、この野郎。いいえ。どれさん、あいつ絶対統合失調症治ってねえよな。アイテムください。てめえ、2チャンネルかよ、この野郎。アイテムお願いします。雑談タヌキか？アイテムください。雑談タヌキなんか見るわけねえだろ、この野郎。花火欲しいな。見ねえよ、2チャンネルなんかよ。誰か、ごめん、花火くんね。はい、エヌジーでーす。おめえみてえな話。あ、重たいね。ちょダウンロードが追いつかない。わかんないやつは NG だバカ野郎。新八郎羨ましくないでしょ。くだらねえからよ、匿名の掲示板でガタ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 書いてろよ、この野郎。いいえ。どれさん、あいつ絶対統合失調症治ってねえよな。OBS だね、俺は。OBS。2チャンネルかよ、この野郎。アイテムお願いします。雑談タヌキか？アイテムください。あとでダウンロードして YouTube に上げるわ。ありがとうね、うなちゃんマンコ。ありがとう。まあ、後で楽しみにしてください。ツイッターに、載せるんで。ツイッターに載せます。でもね、結構ね、新八郎ね、最近かっこいい曲作ってくれるリスナーさんがいて、和道の旅をイメージしてこんな曲も作ってくれたりね、してるんだよ。これも結構かっこいいっていうか、なんか、オシャンティーな曲だよ。オシャンティーな曲。結構いいでしょ？かっこいいよね、この曲ね。和な感じで、しかもなんか沖縄の旅を見てイメージしたから、沖縄の要素も入れた、あるんだろうね。なんかメロディーが沖縄っぽいって、みんな、ゆうちゃんはだつ、そう、あとこういう和な曲を作ってくれる人もいたら、こういうなんかロックな感じ、こういうのも作ってくれるんだよね。
これは捨て頃のワドをイメージしたんだって。捨て頃こういう風になんか捨て頃だったらこんな感じとか旅だったらこんな感じとかいろいろねリスナーさんが最近アーティストが曲作ってくれるんだよね。だからそれぞれ PV 作ってさ、YouTube にアップロードしておこうかなと思って。いいよね、かっこいいよね。そう、ありがたいよね、みんなに愛されてるよね。世界で1個しかないからね。捨て頃間に合わなかったんだよね、入場曲。今の最後まで聞いてみる？今の最後まで聞く？これかっこいいでしょ。かっこいいよね。オリジナルだよ。世界に1個しかない曲。あ、1時間経過したんで花火お願いします。アイテムください。アイテムくれる人、応援してくれる人お願いします。1時間経ったんでアイテムお願いします。かっこいいよね。よし、ちょっと待ってね。そうそう、メタル系。花火ありがとう。ロビさんありがとう。あや、ハートありがとう。ハート3個ありがとう。パフェありがとう。ありがとうね。アイテムたくさんありがとう。トトさんハートありがとう。スッチーハート4個ありがとう。1時間に1回こじってます。ありがとう、みんなありがとう。おちびさんバーガーありがとう。ロビさん風船10個ありがとう。1時間に1回このこじりタイムの曲にしてます。こじきをするときに1時間に1回あの流すテーマソングなんで、よろしく。すみきちゃんバーガー5個ありがとう。これはね、あの普通にフリーダウンロード、著作権フリーのやつね。ヘドバン系だね。今日もねライブ見に行ってきたの。すみきちゃん風船20個ありがとう。ありがとうございます。そう、レクチのライブを応援しに行ったんだよね。よかったよ、すげえ。なんかドラムがメタル系で、でなんかシンクロした2曲目が良かったかな。俺の送ったやつ、こじりボイス入ってる。あ、そうなの？後でチェックしてみるよ。ちょっとなんかダウンロードが今うまくいかないんだよね。回線が重たくて。後でダウンロードさせて。うん。お話？ごめんなさい。今はちょっと雑談中なんで、ヨッシーさん。ごめんなさい。申し訳ないです。うん。申し訳ないです。すいません。リアトツはね、外配信やってる時にリアトツ待ちとかやってるんで、もう家に帰ってきちゃったんで今、うん、ヘトバン系だったね。ユウ一緒に行けばよかったね。はい、ドラゴンさんバーガー5個ありがとう。ヒゲはジョリジョリって感じじゃない？結構長いよ俺。ジョリジョリって感じじゃない、モサモサって感じ、うん、モサモサって感じ。いつ放送をやるっていう予定はないですね。やってる時にもしタイミングが合えばっていう感じでお願いしてます。うん、僕が気分屋なんで、いつ何をやるっていうのを告知は全然してないんですよ、ヨッシーさん。たまたま東京にいらっしゃるんですか？うん。たまたま東京にいらっしゃるんですかね。うん、なんかバーとかで飲んでたりとか、外配信してる時だったら全然リアド捕まわないですけど、今東京にいらっしゃるんですか、たまたま。、うん、今ちょっともう家で雑談やっていくスタイルなんで今日は。
もう外、今日は外には出ないですね。予定ないんで。あ、目白に住んでるんですね。いいとこ住んでますね。うん。いいっすね。ヘトバンモッシュ系だね。なんだよ、ユウ誘えばよかったね。みんなで一緒に行ったんだよ、今日。レクチのライブ応援しに。ヘトバンモッシュ系だったよ。すげえ良かったよ。かっこよかった、レクチ。ツイッターに映像上がってるよ。沖縄楽しかったね。また行こうね。うん。うん、ダメだな。回線重てえな、今日。行きたかった。あ、埼玉県なんだ。マイマイマイは。うん。埼玉のリスナーさんも多いから、埼玉リアドツもやらないとね。あ、群馬なんだ、ランリー。みんな、あれだよ。LINE 繋がってる人はさ、教えておいてくれると嬉しいかな。近くに行った時に声かけるから。今、どこどこ県にいるよって。うん、今度誘う？うん、誘う誘う。うん。はい、NG でーす、うん。うん。田中さんはどっちいらっしゃい？田中さんいらっしゃい。あ、そうなんだ。埼玉なんだ。埼玉の人多いね、結構ね。うん、埼玉リスナー結構多いんだ。知らなかった。全然。うん、関東リスナーがやっぱ多いね。うん、やっぱ関東で活動してるからだろうね。まあ人口が多いもんね、関東は。うん、田中さんワード2、沖縄良かったね、田中さんね。うん、水着はね、色だいぶ良くなったよ。ピンク色に染まってたけど、ハイター4回つけたの。見る？ちょっと持ってくるよ、今。ピンク残っちゃってるんだけど、4回ハイターつけたら元に戻った。まだ部分的にピンクが残ったりしてるかなって感じだけど、まあ大丈夫だよね。変じゃないでしょ。この辺とかね、肘の部分とか残ってるけど、ハイターピンク色がちょっと残ってるけど、これね、ハーレー。おい、おかえり、ミール。お疲れね、今日は。楽しかったね。全然目立たない、大丈夫。うん、これかっこいいよね。これいいよね。うん、よかった、うん。ピンク色に真っピンクに染まっちゃってさ。ハーレー、水着。水着っていうか、ラッシュガードって言うんだけどね。うん、全然目立たないか。よかった、よかった。ムーム切れた？写真送ってよ、ムーム。結構ね、俺の声好きっていう人いるんだよ。俺は自分の声苦手なんだけど。海行くっていうか沖縄行ってたの。で、沖縄で買ったの、この水着。持ってなくて、水着を。恥ずかしい。じゃあいいわ。じゃあいいわ。髪の毛染めたよ。髪も切ったし。短くなってるでしょ。うん、ここ、サイドも刈ってるし、うん。こっち側もね、黒くなってるでしょ。うん、でしょ。首巻いてるのネックレス。うんうん、と、ブレスレット買った。
2ブロックだね。2ブロックのアシンメトリー。赤い方は長くなってるの。で、黒い方は短い。うん。だからパッツンなんだよ、ここ。2ブロックのアシンメトリー。うん。池袋北口さん、花火ありがとう。池袋北口さん、花火ありがとうございます。釣りはね、向いてないね。釣りは向いてない。うん。美容院でやったよ。うん、美容院でやった。うん。うん。白があるよ。もう30歳のもあるある。全然あるよ。レクチかっこよかったね。やっぱバンドマンはモテるよ。かっこいい。フロントマン、ギタリストいいよね。ステージ自由に動けて。羨ましかった。ドラムだからさ、ずっと後ろから見守るしかできないからね、ドラマーは。レクチは何系なんだろう。メタルのラウド系メタルみたいな。ラウドメタル。ラウド系メタルかな。ロムっていいよ、全然。全然ロムって。全然構わんよ。おやすみ、ロビさん。また明日。一番楽しかったことは、やっぱり人だよね。人に会えたっていうのがすごい嬉しくて。みんなよくしてくれたの。わどわどって。それがやっぱ一番何より嬉しいよ。何より嬉しい。サマソニー暴れるんだ。パフェプレゼントありがとう、ロビさん。パフェありがとう。ライブは楽しいよね。オッケー、おやすみ。マイメロおやすみ。おやすみ。配信で癒された。またいろんなところ行こうね。北海道とか大阪とか、あの沖縄だけじゃないから。ハートありがとう、ランリー。おやすみ。あ、 V 系が好きなんだ。俺は V 系全然聞かないかんな。VK は苦手かもしんない、もしかしたら。昔は VK？ まあビジュアル全盛期だったしね、世代的にね。それはわかる。今ビジュアル系とか、まあ流行り廃りだからね。回るもんだからね。
明日荒野来んのかな。まだ沖縄いるっぽいけど間に合うのかな。ワドタン飲み行くのは料金発生する？うん、どういうこと？どういうこと？どういうこと？いや、うん、俺おごったりはしないけど、リスナーさんに。どういうこと？飲み行くって。俺と一緒に飲み行くのに、俺に、なんか、なんだろう。別に、かかんないけど。まあ、酒、プライベート、うん。居酒屋とか出してくれたら嬉しいけどね。うん、飲み代とか出してくれたら嬉しいけど、うん、おごるよって感じが一番ありがたいかもしれない、うん、でも別にお小遣いとかくれる人もいれば別にねだったりはしないよ、うんうん、だから別におごって安い居酒屋でもいいからおごれる余裕のある人と行く、うん、だってさ、正直言うとさ、その、まあ、さっきも話したんだけど、解放とかに、あの、1日10時間、12時間ぐらい放送やるわけじゃん。それで1日数万円稼ぐのよ。時給換算すると2、3000円になるわけよ。で、1時間拘束されるとさ、2時間拘束されると6000円の稼ぎがなくなるんだよ。で、俺は配信分回したいの。でしょ？だから、あの、そこら辺は考慮してもらえると嬉しい。あの、常に配信やってみんなを楽しませるのが俺の喜びだし、あれだから。だから、プライベートで誰かに拘束されちゃうと稼げなくなるし、リスナーさんも離れてっちゃうのね。だからまあ、最低でも飯はおごってほしいよ。やっぱり。うん。稼いでるからとかじゃなくて。ケブンパフェありがとう。そう、意外と焼けてないって言われてる。ケブンありがとうね、パフェ。こうやってさ、あの、放送やってたらお金、あれするわけじゃん。稼げるわけじゃん。だから、もう、タイムイズマネーでさ、もう、あの、今さ、お金よりもさ、時間が大事なんだよ、俺。そう。で、毎日毎日やっぱ放送していかないと稼げないし。うん。だから最低条件をおごってくれる人だよね。プライベートで飲む人は。あと、お小遣いくれるんだったら、ひょいひょいついていくよ。だって1日3万ぐらい稼げるんだからさ、放送回してたら。だからあれだよ、レクチとかだったらさ、あの、応援しに行ったりするけどさ、今日だって放送その分できなかったから大変よ。うん、そう、うん、そこは考慮していただけると嬉しいイベントの時とかだったらさ、別に捨て頃とかだったらさ、あの、絡めるな、がっつり。捨て頃とか、なんか、オフ会とかさ。そういう時に来るといいよ。うん。そしたら、まあ、みんなと一緒になっちゃうけど、安く済むから、俺と会うのは。そういうイベントごとに参加して。うん。安かったでしょ？あの、キャスバーの飲み会も。3500円で3時間食い物と飲み物と。出て。またやるからさ。エリちゃんこんばんは。楽しんでて。今忙しいのよ、本当に。仕事の依頼とかいっぱい来てて。キャスバー安いよ。キャスバー安い。貸し切りでやってくれたからね、オフ会。ありがたいよ。花火ありがとう。いや、最近だよ、北口さん。最近。あの、昔はさ、それこそ、会いたくても会いに来る人がいなかったぐらいなんだもん。でも、その時、そういう時に会ってくれた人はさ、大事にするけどさ、今人気が出てきてさ、もう本当に忙しいんだよ。郵送作業もやんないといけないし、配信もやんないといけないし、仕事の打ち合わせとかもあるわけよ。あと、コラボの打ち合わせとかもあるわけじゃん。
だからさ、もう時間がないの、本当に。そう。時間はあるんだけど、時間の使い方の優先順位みたいなのを明確につけてるのよ。そう。今やるべきことに向かっていってるから、俺は億万長者になりたいわけじゃん、配信で。で、億万長者はどんな生活してるんだろうとかさ、そう、やっぱ時間の優先順位間違えちゃったらダメなんだよね。うん、そう、多忙ですよ。うん、店員さんと噛みたいようだよ。うん、そう、まあ、しょうがないよね、これは。俺もみんなに会いたいけど、それこそ。うん、会えなくなってきちゃったよね。しょうがない、これは。おかげさまです、みんなさんの。ふわっちなくなったらどこで稼ぐんだよ。あ、でも課金サイトはいっぱいあるから、 YouTube ライブとかさ、あと他にもスカウトが来てるんですよ今。もしよかったらうちのサイトでやってもらえませんかって、3サイトぐらいから声かけてもらってて、だから別にふわっちだけに依存は、俺がふわっち好きだから選んでやってるだけで、他にも別にサイトはいっぱいあるから、別に困ってはいないよ。全部の配信サイトが潰れることはないから、ふわっちはなくなんないよ、うん、むしろ売り上げやばいっしょ、今乗ってるサイトでしょ、うん、全然そこは困ってないよ。俺の放送見に来てくれるから、みんな。そう、どこでやってるかよりも誰がやってるかの方が重要なんだよ。どこどこだから見に行かないっていうことはうちのリスナーさんは言わない。ずっと追っかけてくれるから。いいでしょこの BGM、 俺も気に入ってるんだ。あ、そうだね、ニコ生は投げ銭システム入りそうな気はするね。むしろ投げ銭がなかったら起死回生にならないでしょ。だって他サイトはもう投げ銭始まっててさ、みんなね、そこで儲かってるのに他のサイトに移る理由がないじゃん。あ、ニコ生の投げ銭始まったら俺もテストでやってみようとは思ってるよ。うん、やってみようとは思ってるけど、そこで受けるかどうかはまた別問題だからさ。そこはさ、サイト同士の勝負じゃん。俺らはどちらかっていうと、あんまりどこでやっても人が集まるところでやりたいわけだから、みんなが楽しめるところがいいわけだ。だから別に、そういった意味では楽だよね。うん、どこどこと専属で契約とかをやってるわけじゃないから。お客さんが移動するだけじゃん、ごそっと。どこでやってても一緒なんだから、ぶっちゃけた話。あとはそのね、課金、投げ銭の課金率とか、人がどれくらい集まるかとか、そういう問題でしょ。あとはね、固定給いくら払いますから来てくださいとか、時給いくらでどうですかとか、そこは折り合いだからさ。はいよ、はい、ミラクルさん、バカありがとう。もしよかったらフォローしてね。ミラクルちゃんいらっしゃい。これからもよろしくね。俺ブロック解除は定期的にやってるんだよ。1ヶ月に1回やってるから。うん、あとは DM もらったりね。もう、嵐コメントしないんで、DM か、ブロック解除してくださいって言われた人は、約束してくれる人は、うん。そうそう、ブロックの基準は明確にプロフィールに書いてあるからさ。うん。普通に楽しんでもらえる分には、俺も全然いいから。
よろしくね、ミラクルさん。フォローしてね。あれでしょ？なんだっけ？テルのところのリスナーさんでしょ？俺、テルと仲いいから。あの、風邪薬、咳止め薬。喉がもう痛んでるからさ。やばいのよ、風邪っぴきで。あとみんな YouTube も登録ありがとね。YouTube 登録ありがとう。あの、もしよかったらさ、あの、うなちゃんまんことかの楽曲とかも YouTube に上げていくから、みんな下の URL 登録しといてね。チャンネル登録。よろしくお願いします。あの、生放送では見られない非公開映像とかもバンバン載せるんで。よろしく。おい、解放ハートありがとう。ありがとう。釈迦元気だよ。次の外配信、いつだろうな。まあ、明日は配信しないけど、深夜ちょっとコラボするね。うん、深夜庁とかとコラボはする。うん。だからその時に外配信かな。うん。あ、帰った帰った、青じ、お疲れ。青じお疲れっす。お疲れ。帰ってきたよ。フットサル、フットサル。うん。ありがとう。ミュール、ハート5個ありがとう。うん。ありがとうございます。プロマイド作ったらどうって言ってね、プロマイドできたら、プロマイド作ったらどうかなって言ったら、ミュールが私買うって言ってくれたから。プロマイドっていう時代じゃねえよな。あとミュールに言われたのは、そうだ、プロマイドじゃなくて写真集が出たら買うって言ったんだ。写真集作ろうかな、和道写真集。売れるんだったらグッズ化しようか。今のご時世写真集はねえだろうっていう。買う、うん、私撮る、うん、アホだな本当に。出てよかったっすね。あの、やり残したことはあるけど、モタロウさん。ちょっとかっこ悪いところ見せすぎたと思ってて。でもやってよかったし、また出ますよ、僕は。リベンジします。このまま終われないっす。あんまりね、でも、捨て頃で閲覧が伸びたとか、そういうバブリーな感じではなかったけど、うん。捨て頃は出てよかった。リングの上でいろんなものを学べたから。それはすごい良かったですね。もしチャンスがあるならまた出ます、僕は。誰と戦うかは分かんないけど。まあでも怪我が怖いよね、おっさんだから。やっぱ痛かったし、
下手したら折れるかんね。おい、龍野郎いらっしゃい。おはよう。おい、ヤホー褒めいらっしゃい。もう帰ってきたよ。お疲れ。初見、みーママ、初見か？初見さんいらっしゃい。楽しんでて。もう帰ってきて、これから、月末に多分大阪に行くと思う。月末大阪だと思うよ。そう、大阪予定ある？あの月末に大阪行く。うい、なおさんお疲れっす。大阪はね、月末の土曜か金曜でお願いしようと思ってる。そうそう、香川さんの一日店長でドルさんと一緒にあの行く。ありがとう、タカさん、よろしくです。ドルさんとお礼でなんかカウンターの中に入ると思う。だからリアト2大歓迎だから、お店飲み来てね、ぜひ。告知はツイッターでやるから、銀座の缶拾いのおばちゃんの配信の時から。あ、そうなんだ。浅井さんでしょ。もしまだフォローしてなかったらフォローしてね、もたろうさん。よろしく。フォローまだの人はぜひお願いします。頑張るんで。ツイッターとかフェイスブックもフォローお願いします。土日無理か。土日じゃない。金どうかな。金どうかな。予定では。まあ、和道最近生き生きして。いやー、いいっすもん。楽しいっすもん。なおさん、店やりましょうね。旅終わったら。なおさんと店やるのも俺のね、あの、夢の一個だから。嬉しかったっすよ。和道と店やりたいんだよって。うまくいくかいかないかじゃなくて、ワードを稼がせたいんだよって言ってくれて。俺はでも配信でまず億万長者いけますよ。もうこの業界で10年以内に億万長者になります。花火ありがとう。花火ありがとう。匿名さん花火ありがとう。ぜひぜひ応援してくれる人はアイテムガンガン投げてください。よろしくお願いします。日曜の夜か。日曜日はやんないかな。集客見込めないから。ジロさんこんばんは。楽しんでいってください。楽しみですね。フォローありがとう。フォローありがとう。そうそう、あの千葉スタイルっていうのは俺が22か3の時に起業した会社ね。22歳の頃かな。若いでしょ。昔のやつだね。そうっすね。今余裕ありますね。ただあのやっぱりスティーブ・ジョブズが言ってる Stay hungry, stay foolish、愚かであれって、飢えていろって、お酒強いと思うよ。5年以内に年収1億目指してんだ。いいね。一緒に頑張ろうぜ、アホアホめ。ガンガン応援して、ガンガン稼いで、ガンガン花火投げてよ、みんな。みんながお金持ちになってもらわないと、俺が稼げない。俺も頑張るから、みんなも頑張って。もう、和道に100万ぐらい余裕だよ、つって。ぜひぜひ、ランキング上位になってください、皆さん。アイテム投げるとね、リスナーさんのランキングが上位に行くっていう仕組みがあるから。ぜひよろしくお願いします。リスナーランキングトップの方になってください。ありがとう。アホホメンバーガーありがとう。サンキュー。お酒で失敗したことってあんまりないかもな。なんか酔っ払いがあんま好きじゃないんだよね。人に迷惑かけたりとか。
なんか楽しいお酒は好きなんだけど、お酒一緒に飲む人はだいぶ選ぶかもしんない俺。なんか喧嘩したりとか悲しいじゃん、嫌じゃん、喧嘩したりなんか仲間割れしたり殴り合ったりとか、そういうのは苦手かな。シラフでやれやって思う。シラフで、まあでもここ数年でだいぶ変わったよね。昔はもう金ない金ないって言ってたけど、もうなんかお金で何かを我慢しなくちゃいけない生活っていうのはなくなったからね。お金がないから何かできないっていうのはなくなったね。欲しいものが買えないとか、なんかお金でビクビクすることはなくなりましたね。あとなんだろう変わったの、本当にお金は一番でかいかな。うん、酒強いと思いますよ結構。あとなんだろう変わったの、やっぱりその心に余裕ができたかな。収入が安定してきて、なんか昔は閲覧増やさなきゃとか、閲覧が減るとトークできなかったりとか、その閲覧に左右されてたんだけど、今それはないね。今全くなくて、配信がふわっちに来てこの9ヶ月間ぐらいずっとただ楽しいことやってるっていう、そういう感覚ですね。うん、あと見栄を張らなくなったかな、うん、見栄を張らなくなった、うん、貯金はしてない俺、かそってますね。え、俺よりも人集めることができる配信者なの、トワさんは、うん、トワさんは俺より人集められる配信者なの、うん、かそってるかな。130人楽しませることできんの、うん、まあね、もっともっと成長していかないとね、まあ10年ぐらいでいければいいかなと思ってる、それは。ゆっくりゆっくり確実にやっていかないとね。今億万長者になる実力があるとは俺も思ってないよ。これから成長していこうと思ってる。うん、今のままじゃ無理だわな、億万長者。月100万ぐらいだろうね。いけたとしても。それじゃダメなんだよね。月800万ぐらい稼がないといけないから、配信で、うん、俺200人だいたい、まあ今ゴールデンタイムだから140人だけど、昼間とかだと250人ぐらいかな。俺こんなもんだよトワさん、うん、うちはマイペースだから、こんなもんこんなもん。そうだね、そう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 、新規新規新規だよねやっぱり。いろんな人に見てもらって、楽しんでもらって、フォローしてもらって、出会いを大事にしないとダメだね、うん。うちこんなもんだよね。150人から250人の幅だよね、大体。で、誰かとコラボすると、いい時で1500人。マックス1500かな、ふわっちだと。ワドフェスは俺が言い出してないよ。ワドフェスは誰かが言い出しただけだよ。プリボーいらっしゃい、ワドツ。俺が企画したんじゃん、鮫島さんが言ったんじゃん、あ、金梅さんが言ったのか、ワードフェスって。俺から言ってないよ、どうなったの。どうもなってないよ。まあマイペースにやっていかないとね。あんまり焦ってもダメだっていうのは最近気づいたかもしれない。そうだよ、俺から言い出したんじゃないよ。なんか焦ったらやっぱパフォーマンスって出なくて、肩の力を抜いて7割か8割ぐらいの力でこうやっていくのが一番向いてると思った、うん、そりゃそうだよ、面白い企画しないと人は集まらないよ。
そりゃそうだよ。どんな配信者でもそうだよ。俺に限ったことじゃない。うん、そりゃそうさ、うん。でもね、人が集まれば正義だとは思わなくなってきたかもしれない。ファンが何人いるのかっていう。だって、ね、極端な話、炎上させれば人は集まるわけじゃん。でもさ、だらだらこうやって、トークをするだけでさ、150人集まるわけじゃん。これありがたいことだよ。うん、企画をやって盛り上げるのも、まあね、何ヶ月に1回とか2ヶ月に1回とかやってかないとダメだと思うけど、毎日神会を起こそうなんて無理よ。あ、そう、解放から手紙をもらったんだ。解放っていうリスナーさんから、手紙をもらったんで、入院中に解放から手紙をもらったんだ。それ読み上げよう。放送で、いいよって言ってたから。なんか入院中にね、手紙を書いたんだって。うん、読み上げます。ん？なんだこれ。あー、これ郵送のか。マッシュポテトはどつ？みんな見たい？読み上げていい？なんか、本人から許可はもらってるから、うん。手紙、そう、入院中に郵送するって言われたんだけど、いや、受け取るよ、つって。そう、入院で苦しかった頃に、書いてくれたんだって。ちょっとじゃあ、開けてみようか。待ってね。うん、なんだよ、これ、チラシで封筒作ってるよ。チラシで封筒作るなや。結構多いな。いや、今もう退院して受け取ったの。退院してるよ、もう。じゃあ、解放からの手紙読もうか。うん、ちょっと待ってね。はい、ワドツ。解放から手紙が届いたんで、読みたいと思います。いっぱいあるな。何個書いてんだよ、こいつ。手紙の量が多いよ。手紙の量が何個書いてんだよ。何個書いてんだよ。どれが一番だよ。その一って書いてあった。じゃあ読み上げます。和道へ。あれからどうしてる？自分で努力も十分した？で、勝った？勝てた？クリーム色のエッグストーンをずっと肌身離さず温めてたんだけど、顔に食らう層が出てたんだよね。それもはっきりと TKO ってやつかな。だから鼻血番はないと思うけど、和道が脳震盪でも起こしたらやべえし、体はもちろん頭はとても大事だし、とてもうん、下手だな、こいつ文章書くの。ヘッドギアの使用は NG？ やっておいた方がいいよ。とにかく、体は私があざやしたのと、漢方整体でコンディショルはバッチリのはずだから、てか、バッチリにしてあげたでしょ。私の手と金で、のりこさんがいなくなって動揺してるかもだけど、一時的なものだと思うし、マジでうち潔癖じゃん？わら。元彼は振り向かねえわ。もう長いよ、これ何なんだよ、これ。内容がねえよ。内容もないし、これ日記じゃん。手紙じゃねえよ。おめえのプライベート書いてあるだけじゃん。もう何言ってるか全然わかんねえし。長い、とにかく。この長さで、もう4つあるの。4つあるのも、文字も汚いし。もう何言ってるかわかんないし。見たい？みんな。まだ見る？これ最後まで見る？もうイライラすんの？こういうの。何が言いたいの？これ。こういうのイライラすんの？これ便箋3枚入ってんの？これ。これが1なの。そのボリュームが4つあるの。もういいや、読むわ。うん。ファンの30万はさらに50万とか言い出して大丈夫かなと思って。やっぱリスナーさんが解放推しには途中で逃げてほしくなくて、ずっと一緒にいてほしいから、付き合うってのはやめて末永く友達でいようと思うようになった。だからエアデートみたいな感じ、わら。十分喜んでくださる良い人だからさ、もっとさん。彼はエロいこと
たまに言うけど、私が素になるとすぐに謝ってくれる。でさ、今回なぜ書いたかというと、最近書くパワーが半端ないんだよね。マジ、いやマジで。入院時名前覚えてから似顔絵書いてたらギャラリーに囲まれるほどなの。イライラすんな。いつの間にか回すと、次は俺も書いてとか。ダメ、私が先に頼んだの。字が汚い。だからさ、和道の似顔絵今なら漏れなくすげえ似てるの。あ、もう無理だわこれ。もう無理だわ。ごめん、これいらない。うん、もう無理無理無理。もうイライラする。うん、ダメだわこれ。もう自分の日記でやって。うん、俺暇じゃないんだわ。俺暇じゃないし、暇つぶしの相手じゃないの。無理だわこれ。手紙じゃないこれ。いやこれ無理。俺ほんとイライラすんだよこういうの。もういいわ、オチがない、無理。うん、はい、手紙ありがとうございました。読みません、うん、読みません。あのブログ書いてください。これブログに書いてください。無理です。はい、無理です。解放、解放が入院中に書いたのこれ。あ、無理無理無理。病む、なんか病む。こんな便箋で何枚も書かれたら病気になる。うん、みすけはどつ。いや解放ブログでやるべきでしょこういうのは。うん、日記だからこれ、ただの手紙じゃないから、うん、日記だよ日記。解放日記だったわ、うん、ごめん解放。無理、うん、無理だわ、うん、病気になっちゃう俺が。マジでイライラしちゃった。あ、なんかねもう苦手なんだよもう。これ退院したらダメだね、うん、まだ病気だね。病状はまだ安定してないね。チラシの裏で作ったなんか封筒だし、無理だわごめん。俺解放のこと嫌いじゃない、あの友達として好き。でもこの手紙はえぐい、えぐい。ごめんね、うん、解放ごめんね、うん、イライラしちゃうのこういうの読んじゃうと。手紙でイライラすることってなかなかないよね、うん、もう何言ってるか分かんないの苦手なんだよ。うん、はい、ブロックでーす、うん、さよなら、はあ、いや気持ちはありがたいけど、うん、なんかこれファンレターじゃなくて日記だから、うん、俺解放の日記を読むわけにいかないから、うんうん、マジでイライラしたな、うん、いや友達としてはアウトじゃないよ。気持ちは嬉しいんだけど、俺に手紙書いてくれるっていう。読んだら病む。なんか肩が重くなった、すごい。なんか念を込めて書いてるでしょ解放。頭クルクルする。ポエムっていうか、なんだろう、わかんない、伝わらない、何も伝わってこない、うん、何が言いたいのかもわかんなかったし、辛い正直。こんばんは猫屋さん、楽しんでて、うん、メルカリにあったら買う。いやっていうかあげるよこれ。うなじのマンコ欲しかったら郵送するよ。ありがとう解放、花火ありがとう。癒しっていうかね、癒されないかんねあれ、うん、あれ結構本当に肩凝ったからね。気分変えよう。ありがとうハート10個ありがとう。お、花イケメン久しぶり、こんばんは、元気？サムネ変えたんだ。ずいぶん夜分遅くに起きてるな。どうした？新野町帰ってくるんだ明日。多分帰ってくると思うよ。
和道さん外配信が楽しい。俺でも家雑で結構ここまでやってきたんだよ。ああ、ロムってるんだ。あのイケメン。うん、やべえな、風邪薬が効いてるな。お、たまちゃまいらっしゃい。どうも。まみちゃんいらっしゃい。楽しんでて。和道の放送は寝ながら聞ける。ああ、よく言われるかな。なんか、寝る時の BGM にちょうどいいっていうか。おっとり話すからじゃん。結構。寝ながら聞く人結構多いんだよね。だから夜中から朝方までやってて、放送枠、次枠行くよって言っても、寝落ちしてる人が多くて、100人ぐらいごそっといなくなるよ。枠またぎの時。おやすみ。ゆうちゃんおやすみ。よいしょ。カラオケ行きたいな。カラオケ歌いたい。サル行くよ、行く行く、うん、全然行くよ。もう帰ってる帰ってる、一昨日ぐらいには帰ってきてるよ。カラオケ配信コラボいいよ。ただカラオケ配信かそるよ。それでいいんだったら、カラオケ配信は人気ないから、あのかそるっていうのは鉄板だから。あ、行ってらっしゃい、ミュール、お疲れ。それでいいんだったら全然。そのカラオケ聞いても面白くねえもんな。可愛い女の子とかだったら別かもしんないけど。大体配信者は歌を歌うとね、かそるっていうの定番なんだよね。モノマネとっておきあんの。誰のモノマネ。え、あ、たまちゃま沖縄だったんだ。まあまあしょうがない。だから言ったじゃん、あの行かな、もうすぐ行かないとダメだよって、うん、もうあと2年後とかになるかね、いつになるか分かんないから、チャンスがあったらすぐ動かないと。テロはもともとサッカー選手、あのサッカー普通に強いよ、うん、じゃあ皆さん、2時間経ったのでアイテムよろしくお願いします。2時間経ったので、もしよかったらお気持ち、アイテム投げていただけると嬉しいです。それではアイテムタイムスタートです。もしよかったらお気持ち投げてください。風で鼻炎も持ってる。太一さんこんばんは、うん、そう、沖縄でね、体調崩しちゃったんだよね。マッシュポテト、ハートありがとう。ハートありがとう。テッツさん、バーガー3個ありがとう。ありがとう。はい、ノッチ、風船30個ありがとう。ケイブン、ハート10個ありがとう。テッツさん、バーガー3個ありがとう。アホーメン、バーガー5個ありがとう。ノッチ、風船30個ありがとう。ありがとうございます。花火、花火、花火。あ、花火ないの？どうした？給料日前か。財政なんか？和道リスナー。給料日前か。あ、これダメなパターン。花火上がんないパターン。おい、花火上がんないで終わるパターンじゃないの、これ。おい、これやばいパティーンだな。上がんないのこれ。
アイテムありがとうございました。花火ゼロ個でーす。はい。はい、雑談しまーす。お、来た！花火ありがとう。なんで消しちゃったよ。花火ありがとうねー、たまちゃま。花火ありがとう。あざっす。はい。時給が20円下がってた。時給じゃないでしょ。あなた結構稼いでるでしょ。時給制じゃないでしょ。よく言うわ。セブンイレブンじゃないんだから。でも不思議だよね。アルバイトとかってさ、時給下がらないよね。上がりっぱなしだもんね。時給20円上がって200時間だったらどれくらいなんだろう。4000円ぐらい上がるのか。まあまあまあ、10円とかでも上がると嬉しいよね、バイトとかだったらね。俺もアルバイトの時嬉しかったもん、時給上げるよって言われたら。3000円4000円でもでかいからね。ネックレス変えた。うん。あとブレスレットもつけるようになった。変えた変えた。沖縄行くよ、たまちゃん。その時会おうね。うん。タイミング悪かったね、ちょっとね。まあでも、うん、まあ縁だから、うん、人と会う人と会わないタイミングってあるから、会わなきゃいけない人とは必ず会うようにできてるから。クリボンバイトやってんの今、うん、頑張れよ。今何のバイトやってんのクリボーは。時給上がってなんぼだよ。仕事一生懸命やってたらね、店長とかが見てるから。大体ね、あの、店任されるような人はね、あの、仕事できるかできないかちゃんと分かる人だから、自分がやってきた人だから。頑張ってたらね、絶対評価されるよ。頑張りな、バイトでも一生懸命。一生懸命やってるやつは強いよ。コンビニで掛け持ちやってんだ。事故っちゃったんだ。あ、そこそっか。大変だったね。まあ体ゆっくり直してさ、また働けるようになったら働けばいいよ。学生だしな、クリボーは、うん、上がって800円。北海道は低いよな。北海道と沖縄は本当に時給本当に大変。北海道は本当にね、深夜のバイトでも1000円いかないもんね。今どうなのか分かんないけど、昔行った時ひどいなと思ったもん。東京だとね、松屋とかでも1200円とか行くよ。1200円1300円、深夜だったら。で、昼間でも1100円とかかな、うん、キュンシー。次は大阪かな、うん、香川さんのお店行こうと思ってて、大阪でお店でリアとツマッチやるかな。そんな感じです。大阪来たらね、ぜひ香川さんのお店でリアドツマッチやるんで、太一さんよろしくお願いします。多分月末になると思う。おそらくだけど、月末予定してます。あれテル東京来てんだ。ピルクルボトルキープしたい。なんでピルクルなんで。あのね、沖縄にねピルクルみたいなのがあって、ヨーゴっていうのがあるんだけど、すげえ美味しいよ。さっぱりしてて、うん、おい、ゴンタいらっしゃい。ゴンタバーガーありがとう。いつもありがとうね、うん、ありがとう。
香川っていつもリスナーと喧嘩してるよね。そう、あ、そんな感じなの。すすきの庭堂ってお店がある。マジだ。年収1億だと。お、配信業は、だって、純利益じゃん。アイテム、手取りでって全部だよ。だって在庫かかんないし。そこがでかいよね。準備金とか何もいらないじゃん。だから、生活保護の頃と何も変わらない。普通に家賃払って、電気代払って。で、経費で落とせるから、それが。だからまあ1億円稼いだらほぼ1億丸々入るって感じ。だからアホ方面の感覚だと、あの年収1億だと年商3億とか5億とか作んないといけないでしょ。従業員とか俺らにはその縛りないのよ。固定費でさ、通信費とかネット代とか別に普通に生活するの変わんないから。だから先月の月収80万円ぐらいいったけど、ふわっちで50万入ってきたの。で、YouTube で2万円入ってきたりとか。あと、ステッカーは原価がかかってるけど、まあ、ステッカーの原価って、ね、あれじゃん、そんなにかからないじゃん。まあ、初期投資はだいぶかかったけど、原価償却はできたけど、こっから売り上げていく分っていうのは。だから、ステッカーのトータルとか結構あるよ。1枚1000円なんだけど、ステッカー。どれくらい売れてんのかな。ステッカー多分今相当売れてるよ。今手元にないけど、まあ相当売れてる。初見さんいらっしゃい、おにぎりさん。ワドゥールってなんだろう。グノコッチョいらっしゃい。楽しんでて。だからまあ。もの、自分が商品っていうのはいいなって思ってる。ネームバリューだけで食ってってるようなもんだから、そこはありがたいよね。有名になればなるほど収入が上がるっていう不思議な商売だよね。あ、和道だけどワドゥールって読み方なんだ。新野町はもう帰ってくると思うよ。新野町の企画だから今回。ちょっと水入れてくるわ。ちょっと待ってて。あ、郵送販売もやってるよ、クリボ。俺の家で別にリアドしてもいいし、郵送販売でもいいよ、全然。お好きな方を選んでいただいて。何がいいの。でもさ、今でこそさ、なんか羨ましいとかさ、なんだかんだってね言ってもらえるけどさ、そんなのさ、昔から応援してくれてる人からしたらさ、ねえ、苦労も知ってるわけじゃん。俺のステッカー評判いいよ、見る。俺のステッカーはクレームなくてすげえ、なんか今まで見たリスナーさん、今まで見た配信者のステッカーで一番素材いいって言われるし、デザインも好評だよ。あ、まあね。
あったらサインとかもできるしね、ステッカーに。2種類あって今のところ。2種類見せようか。ちょっと待って。まあまあ好評だね。ステゴロステッカー。ステゴロの、ワド。ワドステッカーね、これ。これが一つと、で、あともう一つこれ。この二つ。両方とも同じぐらいかな。両方とも売れてるね。だこっちの方が先に言ってるから、枚数こっちの方が売れてるけど。両方売れてる。まあ好きな方。2枚買ってくれてもいいし。もし郵送で買いたい人、地方の人いたら、LINE に連絡もらえれば、郵送で販売するんで、よろしくです。うん、どっちも対応してますよ。俺は機材に貼ってるね、こうやって。お、バッテリーとかに貼ったり、こんな感じで貼れます。評判はいいね。普通の紙じゃなくて布、ワッペンステッカー、ライブハウスみたいな。布なんだよ。だから、なんつうんだろう。光沢があるっていうか、サテンっていう生地で作ってあるのね。サテン、うん、だから、布なんだよね、これ。光沢のある。キラキラしてる。質感はね、買ってみないとわかんないと思う。キラキラした布、だから水で拭いたりとかするとあんまり良くないかもしれないけど、それでも車にテルが貼っててまだ持ってたかんね。だから普通に家用で使う分には全く問題ない。冷蔵庫に貼ったりとか、硬いものに貼る分には全く問題ない。全然余裕だよ。 T シャツはネット販売してるかな。 T シャツはインターネットで自動で買えるようになってる。あるかな、ちょっと待って。プロフィールページに T シャツって書いてあるから、URL があるから。キャスバーに貼って、そうそうそう、細田さん、それそれ。貼ってあったでしょ、トイレに。トイレと入り口のところ。今売れて、格闘技来年出るよ。ちょっと待ってね。これがそうか、ちょっと待って。待ってね。パーカーとかさ。こういう和道ゼミナールっていうパーカーとかあるよ。ちょっと待って、見づらいね。これが一番売れてるかな。まあ、今の時期パーカー買う人は少ないかもしれないけど、この黒のパーカーは一番出てるかな、売れてる。これ勝手にコンビニとかで支払いとか好きなの買ってくれたら自動で届くから、もしよかったら。これ結構悪くないって。これも評判いいよ。これも評判いい。これが和道パーカーね。これがパーカーで、あと何あるかな。あとは和道パーカーと T シャツがあるね。これ和道の異常で、このサイトのいいところが、ちょっと待ってね。こうやってあるじゃん。カラーを赤色がいいなっつったら赤のにもできるし、サイズも選べるし、自分で好きな色選べるのよ。いいでしょ？よくない？こうやって色を選べるから。で、黒が俺はおすすめしてるけど、 T シャツ、まあ、赤色がいいなとかさ、こうやってピンクの、私ピンクが好きだからってピンク選んだらピンク色になるとか、そういう感じで、ここのサイトは選べるから、これもしよかったら買ってください、そう、自動で届くの。いいでしょ。デザインは俺がやってるんだけど、そこのメーカー、これどこだっけな、 DMM だっけな、大元の会社、 GMO だ、 GMO が出してるサービスなの、貼らせてもらったんじゃないよ、なんかリスナーさん勝手に貼っちゃったの、
だからまあ欲しい人は買ってくれるって感じ、自動で、うん、そんな感じかな、うん、そうそう、初期費用がかからない。だから買いたい人が勝手に買って、買った分だけ売り上げが俺に入るの、うん、そう。だからもしよかったら URL で覗いてみて、俺のショップ。いや、あの、たまちゃまね、あの、俺の URL クリックすると販売ページに飛ぶから、T シャツとかいっぱい売ってるから、パーカーとか、ステッカーとか、もしよかったら見てみて。うん、そのコンビニ払い、クレジットカード払い、銀行振り込みって選べるのよ。一着、俺はいくらで売ってるかな？ T シャツはね、1枚いくらで売ってるのかな？ 5,750 円で売ってるんだけど、俺に3000円ぐらい入るね。うん、でパーカーは、パーカー値段いくらだっけ、パーカーが6590円だけど俺に3000円入る。パーカーと T シャツは俺に3000円入るね。まあ悪くないよね、1個売れたら3000円振り込まれるっていう、うん、悪くないよ、3000円利益が出て、しかも在庫を持たなくていいから俺はありがたいっす。うん、悪くないよね、グッズとして。別に T シャツに5000円ってそんな高くないかんね、うん、1万円とかで売ってる人もいるじゃん、8000円とかで、まあ、5500円でね、 T シャツ物が届いてさ、俺に3000円支援されるって考えたら悪くないよ全然、うん、リア凸の時とかに来てくれたら嬉しいし、うん、俺はありだと思う、このサービスは。まあでもなんか別に強制してるわけじゃないから、なんかほんと買いたい人がいたらぜひ買ってくださいって感じ。灰皿とかマグカップ何が作れるんだっけな。これね、マグカップは作れるよ。だからもし買うんだったら作るよ全然。今何が作れるんだろう、増えてるはずだから、ちょっと見てみるわ。今作れるのは、ステッカー、 T シャツ、パーカー、スウェット、トートバッグ、マグカップ、ノート、スマートフォンケース、ベビーロンパース、あの、よだれかけ、ウォレットの、要は革っぽいスマートフォンケース、ブランケット、タオルハンカチ、ロンティ、そんな感じかな？うん。灰皿は作りたいけどね。マグカップはまあ、マグカップね。うん、今だからデザインする時間がないからね、昔暇だったから。のんちゃんのデザインもあるよ、のんちゃんが描いた絵、うん、のんちゃん画家だったから昔、のんちゃんに絵描いてよってお願いして描いてもらった。っていうかあれだな、風邪薬が効いて頭痛くなってきた、うん、のんちゃんデザイン結構かっこいいよ、うん、そうそうそう、のんちゃんだ、 T シャツになってるでしょ、のんちゃんのやつ。原版は俺の家にあるよ、そこにある。原版はのんちゃんの描いた絵の原版はね、
なんだろう、なんでこんな頭ぼーっとするんだろう。やっぱ風邪が治ってないのかな。舌が乾くね。沖縄のね、温度と冷房の強さにやられたんだよね。それで喉と、まあ体調悪くしちゃって。まだ治ってないんだよね。まだ治ってない。それ治ったから大阪行こうかなと思ってるよ。メガネも新しくしたいな。黒縁メガネにしたい。大阪暑いだろうね。東京はそんなに暑くない。結構残暑だって言ってたから暑そうだなと思って、嫌だなと思ってたんだけど、全然沖縄に比べたら全然暑くないね。大阪暑いよね、うん、大阪のリスナーさんすげえ多いんだよな。なんでなんだろう。なんか大阪受けするトーク、なんか大阪の人に受けるような感じじゃないと思ってるんだよね。関西人のノリっぽくないじゃん俺の放送が。関西の人ってお笑いにうるさいイメージがある。すごい。おもんないわーって。配信者でバンド組みたいね。でもバンドやるんだったら本格的にライブやりたいから、ちゃんと練習する人がいいかな。なんかネタでやりたくないかも。うん、初見さんいらっしゃい、トンさん。こんばんは。コメントありがとう。もしよかったらフォローしてください。はい。ポルさん、バガーありがとう。のりこマロングラッセっていうのはのんちゃんのことだよ。アーティスト名決めようっつって、俺がマロングラッセ好きだから、のんちゃんにのりこにマロングラッセつけた。ポンポコはどつ？あ、俺だって東京の人じゃないもん、もともと。千葉の田舎もんだもん、成田の。だから俺も苦手よ、東京の人のギスギスした感じとか。だからさ、ほら、田舎の方に行くとさ、あの、あったかい人が多いじゃん。だからそういう人と人との触れ合いみたいなのがすごくいいよね。うん、のんちゃんっていうの愛称でもともとのりこって名前の。うん、のりこって。そう。で、みんながのんちゃんのんちゃんって呼んでた。うん、だからのりこマロングラッセっていうのは俺がつけた名前だね。うん、画家として活動するときはね。バンドをね、スタジオ配信とかもやってたんだけど、最近できてないね、全然。スタジオ配信。楽しかったんだけどね。昔ね、よくね、ドラム叩きに行ってたんだよ、配信で。見たことないでしょ、みんな。見たことある？バンドは楽しいかんね。アメーバに歌いてってなる。俺もともとそのドラムよく叩いてる。レクチって今日ライブ見に行ったんだけどさ、リスナーさんっていうかもう仲間だよね。もともとリスナーで俺の曲とか書いてくれてる仲間がいいんだけど、
レクチっていう。レクチがあのライブハウスやるって言ってたから、あ、じゃあ行くわっつって、今日4人ぐらいで行ってきたの。リスナーさん。リスナーさんっつってももうみんなね、解放とミュールと匠さんか。面白かったよ、久々見に行ったら、やっぱライブいいわ。生音いいね。生音に限るわ。あんまりでも上手くないよ俺は。下手。すごい。すごい下手。あるかな、録画残ってるかな。フットサル日程明日、明日明日、もう少し早い時間だったら、あ、8時半だからね、出番がね。うん、仕事があったのかな。ああ、どうもどうも、レクチー、よかったよ、うん、よかったよかった、レクチーいらっしゃい。お疲れ。どうだった？楽しかった。はい、何にゃん、ワードツー。まあね、またみんなで応援しに行くから。毎回毎回ね、行けるわけじゃないけど。やっぱ仲間だからさ。いや、本当にね、本当にもうスーパースターだから俺、超多忙な中行ったから、超多忙な中ね。はい、花火ありがとう。匿名さん、花火ありがとう。ちょ、尾崎豊風で言ってみたわ。花火ありがとう、うん、すげえかっこよかったよ。ツイッターに演奏してる写真送った。初コメありがとう。初コメありがとう。フォローよろしく。初見さんいらっしゃい。コメントありがとう。フォローよろしく。ありがとう。うん、ドラムやってるタイムシフトがないな。なんだろう。うん、まあ、ライブはね。トンさん、風船ありがとう。ありがとう。もし面白いなと思ってくれた人はアイテム投げてもらえると嬉しいです。よろしくお願いします。お気持ちでいいんでね、全然無理しないでください。楽しめた方だけで結構ですんで。大体ね、レクチとね、あのスタジオ入った時のやつがあるんだけど、どこら辺かな、うん、待ってね、探すわ今。もう放送履歴が1000個以上溜まってるからさ。あったあった、あったよ。こんな感じ、大体スタジオ入るとき。ドラム見るの初めての人もいるかもしれないから、うん、ちょっと待って、こんな感じでやってるね。再生されないね。重たいのかな。ん？なんだろう。ちょ待って。前の配信見た？なんだろう。再生されない。うん。ダメだね。バグってんのかな。全然再生されない。うん。どうしたんだろう。これがレクチ君ね。うん。流れないね。お疲れ。ヒトラさんおやすみ。バーガーありがとう。はるかさん風船ありがとう。ポロさん風船。小桜インコじゃないよ。文鳥。文鳥の釈迦です。釈迦ちゃん。
ダメだな。なんだろう、今日コメントしてくれたんだ、ありがとう。もしよかったらフォローしてね。再生されないね。なんだろう、何のバグだこれ。ダメだわ、うん、再生されない、うんうん、まあ雑談配信、あ、再生された、なんだよ再生されたわ、なんなんだよ、重たいのかな、回線が重いの。まあ雑談、雑談バカ野郎ですもん。雑談ばっかりやってる、普段から。雑談命だから。重てえな。サーバーに負荷かかってんのかな、今日は。なんか様子がおかしいね。レコーディングやりたいなぁ。なんか最近ね、そういうのやってないから、レコーディングやりたいなぁ。なんか曲作ったりとかね、面白いよね。ポタポタですね。ダメだな。ダメだわ。なんか調子悪いわ、ネットが。たまにそういう日あるんだよ。たまにそういう日あんの。ダメだな。もう一回やってみて。いや、もうブラウザバックしちゃったよ。ブラウザバックしちゃった、うん、ダメだよ。なんか再生されない、うん、ダメ。なんか調子悪い今日、ふわっちがバグってるんだと思うよ、多分。ダメだね。まあまあまあ、そのうち治るよ。そう、波があんの。この日はダメだなと思って。メンテナンスが近いから、多分ね、何かしらのバグは起きてるんだよ、多分。うん。何かしらバグってそうな感じがする。嘘、沖縄プレゼント枠やった？嘘、伸縮した。よかったよかった。あ、それはよかったわ、うん、あ、よかったよかった、うん、お、つみきちゃん風船10個ありがとう、ありがとう。
ツイッターに載せた嘘、ツイッターに見てみるわ。ツイッターも重てえな。ダメだ、ネット全体が重たい。ダメだわ、パッツパツだった。スカートはあれしょ、ワンピースとしては着れなかったでしょ、難しかったでしょ。ちょっといたいた、リツイートしと、非公開じゃねえかよお前、ツイッター見れない。なんで非公開なんだよなんで生主が非公開にすんだよ、鍵垢じゃん、見れない俺お前のツイッター。うん、意味がわかんねえよな。有名になりたくてさ、配信やってんのに鍵つける意味がわかんない俺、うん、こういうとこだよ、うん、ツイッターも重いね最近。なんでさ、配信やってさ、ファンをつけないといけないのにさ、鍵をつけるん、うん、ていうかもう鍵をつけるんだったらツイッター向いてないよ鍵付きアカウントで意味がわかんない俺本当に。なんでツイッターやるの、なんでアカウントを作る必要があるの。インターネットのいいところってさ、公開することと宣伝が無料でできるところがメリットなのに。解放見れない、ツイッター。鍵垢だから。告知にならないよ、これ。いや、おっしゃる通り、本当にわかんないんだよ。鍵垢をする意味が。なんか、なんなんだろうね。今、鍵取った。ちょっと待って、うん。鍵になってるわ。これだろ？このアカウントだろ？これだろ？これだろ？鍵、ほら。解放。これでしょ？このアカウントは非公開です。なんでだよ。なんで鍵垢なんだよ。ほら、非公開になってるよ。誰も見れません。せっかく宣伝してやろうと思ったのに。うん、鍵垢の人本当意味わかんないですね。匿名希望の謎の X ってもう思いっきり匿名じゃねえかよ。思いっきり匿名だわ。びっくりしたわ。うん、鍵垢、うんうん、大地震の前振り通信延滞。いや違う、俺のねネットが重いの、全体的に重い今。ふわっちも重いし、ツイッターも重いし、多分ねプロバイダーがダメなんだと思う。さくらさんいらっしゃい。なんかネットの使い方下手な人いるよね、もったいないよ、うん、もったいないすごく。ガオくん風船ありがとう。今日何食べよっかな。そう、設定からプライバシー行って非公開設定を解除。プロバイダーだよねこれ、完全に絶対プロバイダーだと思う。（笑）お、ネギっこいらっしゃい、キャンディーいらっしゃい、風船2つありがとう。できたっぽい、おせえわもう。もうめんどくせえな。え、どこだ、解放どこだ。こういうのが嫌なんだよね。あ、できたできた。うん、ちょっと待って
これは面白い。これは面白い。ちょっと待って。すげえな。ムームーってこんな感じになるんだ。嘘だろ。もっとなんか可愛くなるんじゃないの？すげえな、これ。パッツンパッツンだね。パッツンパッツンなんだけど、解放。これはリツイートでしょ。俺の沖縄プレゼントこんな感じになるんだ。すげえな。すげえな、なんかもう。入ってないじゃん、解放。それは、いやー、すげえな。面白い。さすが解放。解放いいよ。面白いね、解放。いや、これはすごいでしょ。ちょっと小さすぎたな、解放にはな。解放にはちょっと小さすぎたな。これリツイートします。リツイートします。はい、いやー、こうなっちゃったか。ごめんね、解放。大きいサイズ買わないで。ごめんね。でもまあ、嬉しいよ。いや、笑うっしょ、こんなの。こんなの笑うっしょ。爆笑ですよ、爆笑。うん、リツイートしました。パッツンパッツンだな。痩せて痩せて、うん、太りすぎると健康に悪いからね。俺もダイエットするから一緒にダイエット頑張ろう。一緒に痩せよう、うん、俺もだんだん顔パンパンになってきたからな、うん、解放ね、顔とかは全然太ってないんだけどね、太ももとか腹がドカーンって感じなんだよね。うい、サトシさんまた来てね。お疲れ。センキュー。おやすみ。みんなもあれだよ。自分の都合で配信見てて、あれだよ。あの、仕事とかに支障出たらダメだから、程よく楽しんでね。無理しなくていいよ。眠い人は寝てさ。うん、よろしく。一緒に痩せよ。一緒に痩せよ。笑うわ。ネットがひたすら重て、解放頑張れ。解放はちょっと痩せた方がいいよ。太りすぎてると体に悪いからね。積み木さんも太ってんの？いや別に太ってでもいいんだけど、太ってる人ってコンプレックスがあったりするんだ。別に太ってでも綺麗な人は綺麗だっていうのが俺の持論なんだけど痩せてもっと綺麗になるならそっちの方がいいよ。おい、こんばんは、ミスタービッグさん。お疲れっす。お、新宿帰ってきましたお疲れっす。俺は捨て頃のために痩せる感じかな。たまちゃま、まみちゃん全然太ってるように見えないけど、うん、全然見えない。ああ、まあ相変わらずっすね。ありがとう相変わらずっすね。ぐのこちょうも太ってんだ。ていうか俺あれだわ、あの多分ね2週間後ぐらいにねまた練習枠があるから、ドレさん、達彦、クモン流、和道で、うん、なんかクモン流がドレさんにスパーリング本気で挑むらしいよ。ドレぶっ倒すって言って、やばくない？俺はスパーリングやんないけど、あの動けなかったら恥ずかしいから、ちょっとまた体鍛え直すわ。
みーすけも太ってんの、デブばっかりだなこの枠、デブばっかりじゃないかよ、大丈夫か、今日サムネ見たけど体バッキバキ、いや全然全然デブだよ、デブばっかだよね、ほんと40キロしかなかったんだ、ガリガリじゃん、うん、俺はインコ飼ったことがあって、手間がなく超楽、あー鳥はいいっすよね、鳥かわいいでしょ、頭がいいでしょ、餌代が月500円ぐらいでしょ、まあ水は毎日取り替えないといけないけど、いやクモンリュウふかしじゃなくて本気でやるって言ってて、でドルさんがそのチャレンジ受けたの、やれるもんならやってみろよっつって、ただクモンリュウが金がないらしいのね、その東京に来るお金が、だから今そのドルを倒すために、あのおお水木ちゃんまたよくかしてんの、うん、水木ちゃんこんばんは、そう金がないっつってて、でまあいや集まんじゃないのっつってアドバイスしたけど、ドルさんとスパーリングやるからあのねアイテムくれって言うと集まるっしょっつって、見たい人いっぱいいるわけじゃん、ただまあボコボコにされると思うぞ俺、俺はまあドルさんが負けることは絶対ないと思ってるから、ただ自信あるみたいよクモンリュウは、うん、あクモンリュウがってこと、クモンリュウが腹筋バキバキだったってこと、はいはいはい、まあ、だけど身長差とか経験が全然違うわけじゃん、全然違うもん、やられちゃうよ本当に、うん、俺はまあなんかワドもやろうよって言って、俺練習だけなら一緒に行くよって言って、さすがにさあんな強い強いに決まってんじゃんクモンリュウ、クモンリュウにボコられても全然面白くないからさ、俺はスパーリングやんないけど、うん、赤はね、いや抜けづらいんですよ、赤は抜けづらい、青とかが抜けやすいかな、あの沖縄で染め直してもう4日目ぐらいかな、赤は抜けづらいんですよ、沖縄で髪切ってきてね、レイカいらっしゃい、こんばんは、楽しんでってね、赤は全然抜けない、ツートンカラーにした斜めにさ、こうこ赤い方は長いので、黒は短いので、ね、こんな感じ、ちょっとヘッドホンでなんか変な髪になってるけど、こんな感じですね、内側が長くて2ブロックね、2ブロックで、ね、なんだこれ、おかしい、反り込んでて、でこっちが黒、こんな感じ、うん、いやーなんか自分の好きな髪型できるっていうのはなんか嬉しいっすね、うん、めっちゃ似合っとうって、うん、そうピアスは琉球のピアス、好きなファッションできるっていうのはいいよね、30超えてスーツ着なくちゃいけないとかないから、なんか髪も短くしないといけないとかなくて、自由な感じで好きなファッションできるのはいいね、今年になって、パンクファッション好きだから嬉しいよ、前はねバイトやってた時はできなかったから、なんか石川のりゆきさんとかさ、野田ゾーリとかよく髪の色で遊んでるじゃん、深夜町とか、俺も有名になって食えるようになったらこうしたいなと思ってて、やっとできるようになったよね、嬉しい、好きな好きな服を着て好きなね、自由に髪型遊べて、
いや、新八丁はブサイクじゃないでしょ。新八丁はさすがにブサイクじゃないと思うよ。まあ、野田はブサイク。でも野田痩せたらかっこいいけどね、普通に。野田は普通に痩せたらかっこいいよ。うん。俺、イケメンじゃないよ。下膨れって言われたの。なんだそのほっぺた、下膨れかって言われた。イケメンではないよ。こんばんは。ペンキマンさんいらっしゃい。ヨッサンはかっこいいね。俺ヨッサンの顔は普通にイケメンだと思う。痩せたらかっこいいよ。でもね、今のファッションにはこのメガネ合ってないと思ってる。このメガネは合ってない。だから普通の黒縁のメガネ買おうと思ってる今。あの普通の黒縁の。ナースのマイチもいらっしゃい、こんばんは。これはパンクファッションに合ってないね。ヨッサンはね、痩せたらかっこいいよ。ヒゲも濃くて。だからちょっとね、あの、運動不足な感じの体だからかっこよくない。俺、童顔だよ、めちゃめちゃ。実は、ヒゲ剃ったらね、新竹林になるんだもん。そうなんだよ、実は。実は童顔なの、うん。コンタクトね、なんか目に異物を入れるっていうのがすげえ嫌なんだよね。裸眼の方がいい？ナミネオ。色素がすごい薄いんだよ。あの目茶色なのね、俺実は。わかるかな？色素すごい薄いのわかる？わかるかな？伝わる？そう、だから目がやられやすいんだよね。すげえ抹茶色の実物で見ると。んー、まああれ芸風だからな、うん、芸風っていうか、まあ女に、うん、女癖悪いしな、うん、芸風っつうか、うん、まあ、ドレさんは女にだらしないのはもういいでしょ。、うん、もうデフォだから。女で失敗する典型的なタイプだよね。でもさ、まあぶっちゃけかっこいいじゃん。ぶっちゃけ頭もいいし、スポーツもできるじゃん。で、欠点がなかったら面白くないんだよ、配信者も人間としても。で、あんだけまあかっこよくて、あんだけ体も鍛えて、あんだけね、知性もあって品性もあるけど、女にめちゃめちゃだらしないっていうのは面白いよ。女に全然モテないっていうのも面白いじゃん。そう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 、そこがいいんだよ、うん、そこが、うん、欠点がある人間の方が味があるから、その欠点を愛せる人がファンになる人だよな、うん、欠点を含めてその人が可愛いって思えるか、まあ、俺は可愛さの塊なんだけど、何やっても可愛いから。キューティーはどうだから。そうなんだよね。ドルさんはね、黙ってて、普通に紳士的な対応してたら、普通にモテるよ、あの人。そう思わない？普通にダンディーだし、普通に、ね、紳士っぽいキャラが合うのに、女にだけがっつくんだよ。しかも若い女にがっつくっていうのは結構引くよね。反感買うよね。うん、30代の女性とか40代の女性を敵に回すスタイルだから、もったいないなと思うよ。じゃあそろそろ3時間経つので、もしよかったらアイテムでご支援してください。よろしくお願いします。アイテムタイムいきます。4時間1時間2回アイテムを小じきします。それじゃあ面白かった人アイテムください。無理だ。俺別に、いや別にドルさんとは仲いいけど、ダメなところはダメって言うから。別に押してるわけじゃないよ、俺はドルさんを。
アイテムください。スミキちゃんバーガーありがとう、ありがとう。俺はマイペースだね、本当に。ミズキちゃんハートありがとう。スミキちゃんバーガーありがとう。ケイブンハート10個ありがとう、ありがとうございます。花火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 。スミキちゃんバーガーありがとうございます。バーガーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。風船1個でもいいんでね、アイテムタイムにはぜひアイテム爆投げしてください。皆さんお気持ちでいいんでよろしくお願いします。来た、ルーツ、ルーツありがとう。花火、ルーツありがとう。チケさんバーガー10個ありがとう、バーガー10個ありがとう。ワドツありがとう。みんなみんなありがとうございます。はい、アイテムありがとうございました。おお、クリボーか。クリボー花火ありがとう。お疲れ、おやすみ。クリボーは俺の配信人生で一番最初のリアトチだな。つみちゃん、風船10個ありがとう。みずきちゃんバーガーありがとう。おお、ペニーさんご無沙汰です。ペニーさん花火ありがとう、ご無沙汰です。どうすか最近、調子は。ペニーさんあんま来なかったっすね、最近。うん、すげえな。クリボーから俺花火もらう日が来るとは思わなかったわ。うん、旅配信よ。そうだよ。だって俺普通に雑談が人気でここまで来たんだもん。なんか旅とか捨て頃とかで、むしろ逆にファンが離れてったぐらいの。雑談やってよ、ワドって。そう。なんか勘違いしてる人が多くて、調子はいい。ああ、よかったよかった。なんか勘違いしてる人が多くて、あの捨て頃で当たった人だと思ってる人いるんだよ。捨て頃で有名になった人でしょとか、あとね、旅配信の人でしょって。違う、家雑だよ。もともと家雑でずっとやってきたんだもん。雑談が俺のテリトリーだよ。だってもともとうなちゃんマンに憧れてやってきたんだもん。旅放送コメントしづらい。あ、本当に全然コメント大歓迎だよ、ビッグさん。全然大歓迎、ありがとね。みんなアイテムたくさんありがとう。結構なんか人と話をするのが俺自身が好きなの、すごい。なんか誰かと対話をしたりとか、誰かとこうああでもないこうでもないって。なんかさ、学生の頃とかってさ、あのコンビニの前とかで話してるだけで楽しかった時間なかった？なんか3時間も4時間ももう帰らなきゃっていう時とか、バイト終わり、夜中にバイト終わって朝まで話し込んじゃったとか。俺結構そういうのが好きで、なんかそういう感覚で会いに来てくれたら嬉しいなっていうか、俺の放送見に来てくれたらすごい嬉しいんだよね。うん、あーそうだね、旅はやっぱり夜だと撮影できないからそうなっちゃうんだよね。わかるっしょ、チケスさん。そう、なんかさ、何のことはないことなの、なんて話はないけど、将来こうなりてえなとかね、何々面白えなとかさ、そういうのってすごいいいんだよね。これ女の人にあるのかわかんないんだけど、男の子は絶対あるんだよ。友達と朝までこう語るっていうか、コンビニの前とか、なんてことはない。金持ってない時ね、学生だから喫茶店とかも入れない、うん、コンビニの前でたむろして、なんでもないことを話すって、うん、そういうのが楽しかったんだよ、うん、そういう雰囲気を出していきたい俺は、放送の中で。そうそうそう、ファミレスのドリンクバーとかね。そう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 、で喧嘩したりとかさ、うん、生き様はね、俺、まあ、いつも言ってるんだけど、
好きな人と好きな時、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやる。これを人は夢って呼ぶのよ。夢って何なのかっていうと、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやることで、それぞれ好きなこととか時とか人とかが違うだけなの。うん、だからよく言うんだけど、結婚したいって言ってる人いるでしょ。で、結婚できない人なんでかっていうことを順番、ことだから。ハワイで結婚したいってことと場所でしょ。でも結婚する人って誰とを大事にしてるの。俺は順番も大事だと思ってて、今言った5つっていうのは誰と話すかが重要なの、うん、誰と旅行行くかが大事なの。だからテルチャンピンと沖縄に行ったのが重要なのよ、うん、旅をした。あの、面白い人と絡んでないと面白くないのよ。結婚も誰でもいいわけじゃないじゃん。誰とするのって。そう、俺は人だと思ってて、極端な話全てが、うん、解放とレクチのライブに行くみたいな、うん、好きな人と好きなことを好きな時に好きな場所で好きなだけやるっていう順番、それが俺の生き方ね、うん、そうスタイルで行こうって。女の人もね、そういうの分かるかな。男のね、青春なんだよね、なんか。こう、夢を語ったりとか。そう。女の子はね、ガールズトークとか。女の子に聞いたの。俺、アスペじゃん。女の子ってひそひそ話するじゃん。で、あれ何話してんのって。あれ人の悪口言ってるでしょって。俺、あれすげえ嫌いなんだけど、ああいう時って何話してるのって女の子に聞いたら、ああ、あれ大体下ネタだよ、つって。何あれ悪口言ってるでしょ女って。しばしばあれ下ネタ、結構きつい下ネタ言ってるんだよって。そっからね、女子のひそひそ話が大好きになった俺。あいつら下ネタ言ってんのかつってあんな顔して、あんな真剣な顔してきつい下ネタを言ってるのかって思うと、なんかいいなと。うん、惚れる女性いっぱいいるんじゃないの。どうなんですかね。うん、わかんないです、うん、モテないですよ僕は、うん、持てないです、持てないです、うん、人生で持てたことは一回ライブハウスの店長やってる時とかね、持ってたけど、まあ、次に持ってんのは今かな、うん、モテキっちゃモテキかもしんない、モテキっちゃモテキかもしんない。でも持ててもあんまり意味ないと思ってるから、うん、それよりもね、なんかこう友達が増えたりとか、そういう方が面白い、うん、友達が増えたりとか、あの親友が増えたりとか、一緒に夢を共有できる仲間がいた方が面白い。おー、メイメロいらっしゃい、久々来てくれたの、ありがとう、うん、楽しんでってね、こんばんは、うん、来れなかったの、なかなかメイメロ、うん、ありがとう、来てくれて、フォローもしてくれたんだ、ありがとうね。男らしくないよ俺、めめしいよ俺は、めめしいよ俺、女に生まれたかったもん、うん、料理好きだし、洗濯好きだし、セックスは好きだし、男らしくはないと思うけどな、めめしいと思うけど、うん。謎の X さんは男なのか女なのか分かんないけど、でもね、100人に1人ぐらいが好きっていうタイプだね。要はあの100人が100人のうち100人かっこいいっていうの、アイドルっぽい人、モテる人の、キムタクとかさ、鼻のある人ね、バンドマンのボーカルやるような、そういうタイプじゃない。あの癖のある俳優みたいな、え、あの人好きなのみたいな、すごい好きっていうさ、変な女いるじゃん、サブカル女みたいな、なんか人が好きっていうのが嫌い私みたいなのいるでしょ。なんか私はうるさいから男にみたいなのを鼻にかけてるタイプの女、そういうのにモテるっていうか、え、あいつのどこがいいのって言われるタイプね。和道のこと好きとかかっこいいとか言ってるの、そういうタイプよ。みたいな、まあ確かにかっこいいかもしれないけどみたいな、うん、浅野忠信って男にモテるじゃん。わかる？山崎努さんとかさ、あの、
主役じゃなくてこうサブキャラにするとかっこいい、助演男優賞とかになるタイプだよね俺は。脇に置いとくといい味出るよ、うん、主役じゃない、花はない、なんかコントラストだよね、影があるんだと思う俺は。光はないんだよ、花があるって光がある人でしょ。俺は自分でねそうじゃないなと思う。影、影、要は光を照らすコントラストが強くなる、横に置いとくといいよ。すごいわかる、うん、俳優とかやってみたいもんな。俳優やってみたい、猟奇的変態殺人鬼の役で、うん、猟奇的変態殺人鬼、うん、サイコパス、あのさ、あの好きな俳優がこんな感じなのよ。あのヒースレジャーかな、あのこの人のバットマンのジョーカーはすごい良かったね。このバットマンすごい良かった、好きなんだよこういう俳優さん、いいなと思う。もう役が入りすぎて死んじゃったのね、このジョーカーの役が抜けなかったので、オーバードーズで死んじゃったの昔の俳優とか命かけてやるじゃん、そういうのがかっこいいなと思う。プロ、懐かしいし良かったよね。この人がねすごかったのは、要はジョーカーになりきってモーテルって言って、そのボロボロのホテルに泊まり込んで3週間こもって役作りしたの。でジョーカーって他のシリーズだと綺麗なメイクしてるのよ。でもこの人は徹底的にジョーカーを向き合って、どう考えてもメイクアーティストがいるはずがないと。で、あの自分で化粧をしてるはずだと。でもう自分なりにどんどん役作りしていって、そうするとこういうメイクになるはずだって言って、バンバン自分でもうこうメイクしていって、どんどん役に入っていって、で抜けなくなっちゃったの役が。で数ヶ月後オーバードーズで死んじゃったの、この映画撮り終わって。この人はこのね、ダークナイトっていう作品で絶対ねアカデミー賞取れるって言われてた人なんだけど、それくらい良かったね。もう主役食ってたもん。こういう俳優さんとか好きよ、だから。かっこいいよ。すごいイケメンだよ、この人。だけど、主役じゃないんだよ。やっぱバットマンはできない。ジョーカーをやりきったんだよね。でもそのね、ジョーカーをうまくできないとバットマンはかっこよくないんだよ。あのね、ぶっちゃけた話で、ね、主役とかね、ヒロインとか演技うまくなくてもいいの、花があればいいの、かっこよさがあればいいの。でもその人を映画として成り立たせるためには、脇にいる名演技をする人がいないと映画として面白くない。実はね、あのヒロインとか可愛ければいいんだよ、演技下手でもいい、成り立つの映画って。その代わり周りがもうほんと引き込む演技力がないダメ。そう、良くも悪くも役者ばかよ。でもこれが本当の職業だと思うよ、うん、死んじゃったのは悲しかったけど、うん、もうバットマンそんな好きな映画じゃないし、バットマン好きなわけじゃないんだけど、この人の演技でダークナイト良かったなと思って、すごい好きだね。もしよかったらダークナイト見てみて、もうやばいからこの人の演技。最高よ。
最高に面白かった。おい、リナ猫のストーカー、明夫さんいらっしゃい、ワードツー。楽しんでて。ストーカーなの。気をつけないとダメよ。ネットの、ストーカー、ネットの粘着ももう、逮捕されるからね。被害届けなくても。本当のストーカーはダメよ。ダークナイト。要はバットマンの新作。ほら、プロメテウスっていう映画はさ、エイリアンのリメイクじゃん。流行ってんのよ。アマン・オブ・ザ・ワールド、え、アマン・オブ・ザ・なんとか、アマン、うん、スティール・オブ、要は、スーパーマンとか昔の作品を名前を変えてやるのが流行ってんの。で、バットマンはダークナイトって言って新しくシリーズ化されてんのよ。そう、ダークナイトは面白かった。このヒース・レジャーの演技が良かった。ヒース・レジャーかな？ヒース・レジャーかな？ちょっと調べてみようか。多分ヒース・レジャーだと思うけど。ヒース・レジャーだ。ヒース・レジャーだよ。ヒース・レジャーで検索すると出てくるよ。うん、ただの名前？ストーカーなんかしない？大丈夫？うん、ヒース・レジャーかっこいいんだよね。おでこが広いっていうのに好感持てるよね。うん、剛力あやめなんだよ、吹き替えが。最悪だね。声優は声優でちゃんとした職業なんだよ。ヒースレジャーおでこ広いな。好感持てるわ。おでこが広い、ハゲてるのにかっこいい人には俺はね、悪いやつはいないと思ってるわ。おでこが広くてかっこいい俳優を僕は愛してます。デコッパゲ、デコッパゲね。だいたいこんな感じだよ。うちのリスナーはだいたいね、100人に2人ぐらいコメント打ってくれたら勝ちだから。海外の見ないんだ。洋画の方が面白いよ、映画は。邦画はダメ。もう全然ダメ。キャスティングがダメだから、演技をできる人がいない。日本の俳優さんにほとんど。山田孝之とかは面白いけどね。もう絶望的な方が面白くない。もうなんか最近のなんかもう、泣かせるためだけのポルノ映画。要はお涙ちょうだいポルノはもうやめてほしいよね、うん。もう要はね、観客をバカにしてるよ、うん。俺はね、それを始まったのはね、1リットルの涙とかね、世界の中心で愛を叫ぶとか、あれはもうポルノだと思ってる。お涙ちょうだいポルノ。もう俺は大嫌いだ、ああいうの。あんなの映画でも何でもない。ねえ、話した方が楽しいよね。それはね、映画じゃないんだよ。要は、ポルノってオナニーするためにさ、エッチなことを映してるだけでしょ？ AV 見ても感動はないじゃん。それと同じなんだよ、もう。泣かせるためだけに作るっていう。メッセージも何もないの。教訓にならないんだよね。
伝えたいことがないんだよ、うんうん、俺はああいうの嫌いだね、うん、もう日本の映画は全部そうなっちゃってると思ってる、うん、ツタヤでアニメか、アニメどういう系が好きなの、ナミニア。今は洋画だよ。もう予算が違うし、あいつらはさ、キャスティングの段階でオーディションやるから、日本はさ、もう要は、なんだろう、売れるか売れないかで予算2億ぐらいでしょ。うん、どう？うん。やっぱね、映画って何なのかっていうと、その監督が伝えたいことがあるかどうかなんだよ、作家が。要はね、そこに狂気が混ざってないとダメなんだよね。これを伝えなきゃ死ねないっていうかさ。ここはシガレット、手紙で忘れてたわ。なんか解放がくれたね。ここはシガレット、いただきます。なんだろう、ここはシガレット、なんだろうこれ、チョコレートかないただきます。解放からいただきました。ココアシュガレット、うん、あ、何これ、美味しそう。ラムネ、うん、なんだろう、こんなの昔いっぱいあったよね。あ、うまい、これ、これうまいわ。あ、これ美味しい。俺のおすすめの映画は、よく言うんだけど、何が好きかによって何て答えるか変わるって言ってんの。要は、映画とか漫画も俺2万冊ぐらい読んでるのね。で、漫画って、例えば漫画で例えさせてもらうと、面白い漫画かつまらない漫画かじゃないの。漫画を理解できるかどうかなの。で、例えば、ドラゴンボールを小学生の時読むとめちゃめちゃ面白いけど、大人になると見方が変わるのよ。スラムダンクは小学生じゃ理解できないでしょ。あれは高校生ぐらいから20代前半ぐらいまでが面白いの。っていうように、その、どんな漫画が好きかとか、どういう生き方をしてるか、どういう年齢かによっておすすめする漫画って変わるの。うん。俺が好きな漫画はいくらでも言えるけど。うん。美味しい、これ。ありがとう。ハッカも入ってるの。ハッカとラムネとココア味みたいな。美味しい、これ。ありがとう。で、俺が、まあ、外れはないっていうか、もう全員に言ってんのは、バタフライエフェクトは外れないって言ってるね。めちゃめちゃ面白い。うん、あれはすごいね。バタフライエフェクトは。ワンだけね。ワン。ツーとかスリーはいらない。バタフライエフェクトを紹介してつまんないって言ってる人いない。あ、コードギアスか、ダメだ。俺と合わないわ。ピンポンとか、最近、一番最近見た中で面白かったのピンポンだね。めちゃめちゃ面白かった。これ美味しいね。ありがとう。うん、ピンポンは良かった。松本太陽ね、うん。あれはなんか熱くなったね。ペコがかっこいい。新しいヒーロー像、うん、あーね、ハーレクイーンね。いや、ジョーカー、この人は死んじゃったから、この人のジョーカーはないよ、もう。あちゃちゃ、バタフライエフェクトかなりいいよね。あと、なんだろう、ちょっと難解かもしれないけど、時計仕掛けのオレンジとかも面白いよ。うん、あれはもう好き嫌い分かれるけど、うん、時計仕掛けのオレンジとかも面白いな、うん、シュタインズゲートってそうなんだ、有名だよね、シュタインズゲート。あ、パクってんな。バタフライエフェクトは演技も良かったし、世界観も監督も全部良かったね。ただちょっとオアシスの曲はくどいかなと思ったけど、エンディングの、うん、
あとね、男の人、男ならザ・ダイバーっていうね、レクチョン見てくれてよかったって言ってたもんね。男ですごい実話なんだけど、ザ・ダイバーはね、男の人にぜひ見てもらいたい。ザ・ダイバー、うん、はいよ、いってらっしゃい、解放。ザ・ダイバーだよ。マスターダイバーになる話なんだけど、うん、要はあの海軍の潜水士の話なんだけど、人間の強さ、夢を叶える力、いろんなものを勉強できるよ。そう、人生っていうか男の生き様そのものだよね。戦った男の生き様そのもの、うん、うん、ザ・ダイバーいいよ。タムーロミカーミ、タムーロミカーミ、なんだろうさ、タムールミカミ？ん？なんだ？出てこないよ。何それ、タムールロミカミ出てこないね、 Google、うん、おー、リヒトこんばんは。ザ・ダイバーは男ならわかる。要はね、もう最後のシーン、最後のシーン絶対泣く、うん、震える。こんな奇跡が起こるのかっていう、もうね、要はね、心の強さを前面に出してる映画ね。いや、苦難とかこんなものは乗り越えられるのかみたいな。で、ロバート・デ・ニーロなんだよ。俺好きなんだよ、ロバート・デ・ニーロ。そこでロバート・デ・ニーロ。それが面白いのが、ザ・ダイバーはロバート・デ・ニーロ主演じゃないの。完全にどっからどう見ても脇役なんだけど、映画のパッケージ見ると笑うよね。主演ロバート・デ・ニーロって書いてあるの。要は、デ・ニーロのネームバリューで売ってるんだよ。デ・ニーロね、主演じゃないの。あれはちょっとかわいそうだなと思ったよ。もう映画のビジネスの世界だから。デ・ニーロの名前、黒人さんが無名の俳優さんなんだよ。で、めちゃめちゃ演技いいのに、これで上演はねえよっていう。主演、うん、はい、さよなら。はい。クローズゼロさん、もう二度と見なくて結構です。気持ち悪いんだったら見ないでください。ブロックでーす。はい、さよなら。はい、さよなら。ザ・ダイバー。最高だよ。要は、あの、実話なんだけど、あの、まず黒人が差別されてる時代なのよ。で、黒人差別映画なのはそうなんだけど、そこがミソじゃないの。そこがいいの、この映画の。要は黒人の差別をどう、なんか乗り越えたかって話になりがちじゃん。違うの。それも含めてそんなもんじゃないの。要は、マスターダイバーって言って、その当時の時代、もう古い映画なんだけど、あの、ダイバーの中でもマスターダイバーの称号を得るのって5人しかいないのかな、その当時。で、黒人初のマスターダイバーになるんだけど、それがとんでもないのよ。それがとんでもないの。どんだけこいつ強いんだっていう。俺大好きだね。泣くぜ、本当に。ザ・ダイバー。ザ・ダイバーなんであんな有名じゃないんだろう。こんないい映画なのに。知ってる人いる？ザ・ダイバー。なんでそんな有名じゃないんだろう。主演ロバート・デ・ニーロはねえよな、これ。マジ絶対的な信頼があるよ。もうこれはおすすめしても全然大丈夫。2000年に公開された映画だから、17年前の作品だね、ザ・ダイバーは。
17年前の作品。いや、めちゃめちゃ面白い。いいよ。フットサル行きたいです。リアトツ？リアトツはね、なんだろう。あれですよ。新野町のツイッター。俺のツイッター見てみると、書いてあるよ。タクシードライバーはロバート・デ・ニーロのデビュー作じゃなかったかな。うん、俺見てないんだよね、タクシードライバー。なんか微妙って言う人もいるし、かっこいいって言う人もいるし。タクシードライバーってどんな話なんだろう。ネオナチの話だよね。うん、マムリーさん了解です。うん、いやいやいや。なんだろう、映画で面白いの。マイフレンドフォーエバーとかも面白かったけどね。うん、はい、若さんはこつえ。マイフレンドフォーエバーいい作品だったな。うん、あとなんだっけな、なんかヨーロッパの絵面が綺麗な作品が好きだね、俺は。うん、うん、マイフレンドフォーエバーいいよね。あれ主演の男の子が一回も泣かないんだよ。誘い泣きをしないのに泣かせるっていうのはすごかったね。ああいうお涙ちょうだい系になるんだったら、主演の男の子が最後泣いてもいいのかなと思ったけど、一切泣かずにね、泣かせるかんね。よかったよね。僕の血は毒だっていうシーンいいね。僕の血は毒だ。男の子の友情を描くんだけど、エイズの話だね。お母さんがまたいいんだよね。エイズの男の子のね、お母さんがすごいいいお母さんで。ねえ、可愛かったよね。あれはいい作品だったな。魔導が解放を救うため捨て頃に出る話。おー全然わかんねえな。全然ピンとこねえな。タクシードライバーでも見なきゃダメだよね。うん、でもベッタベタだけど、ダイハードとか、アルマゲドンとかも好きなんだよ。もう恥ずかしながら、これね、あんまり言いたくないんだけど、アルマゲドンめっちゃ好きなんだよね。ないわーっていうさ、ザ・ハリウッド、ベタベタに泣かせに来るんだけど、あれは良かったな。もうバカみたいにハリウッドって感じで、もう全然間違ってるんだけど、うん、売春婦を正義で助ける話。ああ、面白そうだね。ブルース・ウィリス大好きなの、ブルース・ウィリス。うん、テキサスなまりっぽい英語が大好きなの。ワイスピ？アルマゲドンいい作品だけど、あれ科学的に言ったらボロボロに間違ってるんだよ。なんか宇宙空間で火吹いたりとかさ。エアル・スミスも良かったよね。うん、なんか科学的に間違ってることが多すぎるの、アルマゲドンって。よかったよね。アルマゲドン好きだな。3回くらい泣いちゃうんだよね。もうベタベタに泣かせてくるんだけど、俺は好きなんだよね、あれ。アルマゲドン見るといつもいいなと思う。ハリー・スタンパー。
ハリー・スタンパーだよね、役名。一番最初の層は良かったと思ってる。ギターであの素晴らしい愛を弾き語りしました。選曲はたまたまだったんでしょうか。俺はなんか好きな曲勝手に弾いて歌ってるだけだよ。たまたまっていうか。なんか古い歌が好きなんですよ。なんか良くないですか。あのグリーングリーンとかさ、翼をくださいとかさ、あの素晴らしい愛をもう一度とか、あのなんか好きなんですよ。うん、歌詞とかもいいし、普遍的じゃない？ああいう歌って。ねえ、歌詞もいいし、メロディーもいいし。うん、なんかこう、好きですよ。僕はそういう曲が、うん。たまたまです。誰かの影響を受けてじゃなくて、小学校の頃に聴いた曲。グリーングリーンが好きかな。うん、デニーロのレイジンブグ。あ、あとね、面白い映画出てきた。トレーニングデイ、これわかる人いる？トレーニングデイですよ。トレーニングデイはめちゃめちゃ面白いよ。もうね、俺ね、ぶっちゃけ映画もうオチがわかる人なの。もう嫌なのそれが。あ、こう落としてくるだろうなって、あ、こういう展開だろうなって、もうつまんないの見てて。トレーニングデイには引っかき回されましたよ。あ、こんな終わりって。トレーニングデイ最高に面白いよ。もうオチがわかんない、オチがわかんないっつうかね、わかるように見せて。そう、デンゼル・ワシントンのあの演技ね。デンゼル・ワシントンは正直いいんだよ。いいんだけど持ってくじゃん。デンゼル・ワシントンが出ると全部持ってくじゃん、あいつ。それが良かったね、逆に。あー、見たことないな。面白いの？ユージュアル・サスペクツ、ユージュアル・サスペクツ、トレーニングでいいよ。めちゃめちゃ面白いよ。最近映画見てないな。ユージュアルサスペクツ、トレーニングで映画好きな人ぜひ見てみて。見てないかなこれ。あ、面白そうだな。見てないっすね。デンゼル・ワシントンがかっこいいんだよな。あの素晴らしい愛をもう一度がテンション上がる。ロロとマシ、面白いんだ、見てみようかな。サスペンス映画、サスペンス好きだから。あとまあベタになるけど、羊たちの沈黙シリーズはもう最高だよね。バーターさんいらっしゃい。あのね、アンソニー・ホプキンスが最高だよね。ハンニバルも面白かったし、好きよ。一作目いいよね。でも俺ハンニバルも良かったと思うよ。あの脳みそ食うシーンっていうのは、あれは発明でしょ。セブンは俺ね、違うの、俺これ前から言いたかったんだよ。あのね、はっきり言う、あの誰だっけ、あのブラッド・ピット、あいつはね、脚本選ぶの天才なの。要はね、面白い作品に出るの。ただね、ブラピは花がありすぎる。セブンはもっと鼻のない人がやった方がいいんだよ。わかるっしょこれ。脚本選びはうまいので、ブラッド・ピットは鼻がありすぎるの。だからね、なんて言えばいいのかな、お前じゃないっていう、もっと若手の演技力高くて鼻のない暗い俳優にやらせてほしいの。セブンいい映画なんだよね。でもブラピがダメにしちゃうの。のんちゃんおはよう、起きた？え、ブラピのセブンじゃないの？違うの？
ブラピのセブンのあれの。あのスバは加藤和彦のギターのスリーフィンガー演奏が完璧だよ。僕も憧れ。そうなんだ。細田さんギター弾くんだ。ベンジャミンバトン。はあ、なんかね、俺はね、ブラピそこが惜しいなって思っちゃうんだよね。うんうん、そこがちょっと辛いんだよね、俺の中で。うん、違う、お前じゃないっていう、うん。君じゃないんだっていうね。はあ、最後のシーンとかすげえ良かったもんな、セブン。最後のあの奥さんがトランクかなんかにね、詰め込まれてる最後の撃っちゃうシーンなんて良かったよ、すごい。他にセブンって映画あんの？あとあのガリガリになる映画もすごかったな、俳優魂。ファイトクラブだ。ファイトクラブだったら俺はブラッド・ピットの方じゃなくて、なんだっけ、あのエドワード・ノートン、エドワード・ノートンが好きなんだよ。むしろエドワード・ノートンにセブンをやってもらいたかった。エドワード・ノートンはすげえ俳優魂感じるんだよね。あ、マイケル・ダグラスのゲーム、マイケル・ダグラスゲーム、ほん、全然、あ、面白そうだね、マイケル・ダグラスのセブン。あ、ゲーム。あ、面白そうね。そのセブンやけど、ブラピじゃなくて、ケビン・スペーシーの方。ちょっと待って、ケビン・スペーシーって誰だろう。ケビン。俺は、あの、ゲームも面白かった。一緒に見ようよ、のんちゃん。ケビン、え、なんだっけ、ケビン、何の話だっけ、ケビン・スペーシー。スペーシー。ケビン・スペーシー。この人どんな役だったっけ、覚えてないな。何役だったっけ。ブラピみたいな完璧なボディ、レクチャー無理っしょ、うん、犯人役なんだ。あ、まあ犯人役が引き立てるよね、やっぱ演技力高い。犯人は演技力問われるからね。俺だからさ、日本の映画で言ったらもう面白かったなと思うの、巨悪とか面白かったよ。あの山田孝之と、あのね、あれが良かった、あのなんだっけ、あの音楽の人、巨悪、あのリリー・フランキーと、あともう一人あのなんだっけ、名前が出てこないな、あの電気グルーヴの人、あのでっかいやつ、電気グルーヴの。ネタバレダメなのはあれでしょ、あのあれが流行らせたんだよ、あのなんだっけ、名前が出てこない、もうボケてんな、頭悪くなってる。ゴーストじゃなくて、あのブラッド・ピットじゃなくて、ブルース・ウィリスのなんだっけ、ピエール滝ね、ピエール滝、ピエール滝、そう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 、ピエール滝が本当に悪そうな感じで笑った。ピエール滝悪っと思って、そう、ピエール滝は悪いと思った。シックスセンスは、そうそうそう、悪いなこいつっていう、うん、あれはだからリリー・フランキーとピエール滝が、あの本当に悪いやつだから、ああいう演技ができるんだよ、うん、内包してるんだよ、なんかをこう悪さをどっかに、うん、おお、それを出せるかどうかなんだよね、俳優って、うん、あのシーン、モーガン・フリーマンはいいんだけど、あのモーガン・フリーマンってさ、何でもやるじゃん。モーガン・フリーマンって金さえ払ったら何でも出るじゃん。もう少し選びなさいよ、あなたって。あなた演技力も高いし、もう大御所なのに、なんか安っぽい映画とかにも出ちゃうじゃん、金払ったら。そこが面白い。なんなんだろうね、あの黒人俳優の何でも出ちゃう感。自分を安売りしていくスタイル。わかるでしょこれ。
北の国からみたいなドラマで言ったらわかる。細田さんいい触れありがとう。あのね、昔のドラマは熱かったの、日本。で、映画も熱かったのは、俺は、三国連太郎とか、ね、あの辺が好きなのよ。うん。映画は、あの辺で終わりだと思って、ドラマはね、俺ね、野島伸二が好きなの。中期後期の。違う、中期後期じゃない。後期はダメ。前半の。よかった。ドラマよかったんで、日本は。金かかってて。ドラマいいのいっぱいあった。でもね、それが終わったのが俺、池袋ウエストゲートパークだと思ってんの。要は、永瀬でしょ、妻夫木聡でしょ、渡辺謙でしょ、窪塚でしょ、坂口なんとかでしょ、すごかったんだよ。坂井若菜とか出てたよ。もう金もかかってるし、脚本も良かったし、尖ってたんだよね。だからウエストゲートパーク以降はもう日本ドラマ終わりだと思ってる。うん。ショーシャンクの空にね、ショーシャンクの空にね、俺実はね、言うほど名作じゃないと思ってんだよね。いい映画なんだけど、言うほどじゃない。うん、そうそう、どの映画にもモーガン・フリーマン、またお前かみたいな。またお前かみたいな感じがして、モーガン・フリーマン出ると、ちょっとなんか、どうなのってなる、うん。スナッチの監督の映画好きだった。うん、まあ、ドラマで言うとね、なんだろう、家なき子とかさ、一つ屋根の下とかさ、俺が好きだったのは世紀末の歌っていうのが好きだった。山崎努さんが好きなの、俺、俳優の。憧れるの、ああいう渋いおっさんにボソボソ喋るさ、渋い、ああなんとかだなみたいな演技。いやそれは違うんじゃねえかみたいな、わかる雰囲気。ハートたくさんありがとう、スパンコールさん。スパンコール適当さん、ハートラッシュありがとう。告発まだ見てないの？告発はもうケビン・コスナーじゃなくて、告発ケビン・コスナーかな？告発。告発は俺、アルカトラズ刑務所行ったかんね。いや、すごいよ。告発はね、ちょっと待って。映画告発は、ケビン・ベーコンだ。ケビン・ベーコン。うん。プレイさんいらっしゃい。うん。昔は白い巨塔。あー、まあ、世代じゃないっすね、それ。新しい方の白い巨塔。老けてましたよね。田村まさかずは、昔の方がドラマ面白かったね。告発いいよね。告発、ケビン・ベーコンの演技尖ってるよね。あれはケビン・ベーコンの、もう、俺、だからね、告発見た後にね、なんか、インビジブルだっけ？ああいうの見てもダメだなと思っちゃうんだよね。あのケビン・ベーコンすげえ尖ってたんだよ。告発いいよ。俺、あのシーンが好きなの。あのね、刑事じゃない、弁護士、若手弁護士が初めてつくんだけど、もうボロボロに虐待されてる囚人に対して、なーって、お前、5ドル盗んだことあるかって。で、弁護士が、一回だけあるって。お母さんの財布から、お菓子が欲しくて5ドル盗んだ、500円ね。そしたら、お前もあるだろうって。俺は妹と生きていくために必死だったんだって。たった1回5ドル盗んだだけなんだぞって。たった1回生きていくために5ドル盗んだのに、なんで君と俺とに違いがあるんだって。このシーンがすごいいいの、語り合うシーンが。なんで俺の人生は何年間も投獄されてんの。でも足の剣も切られてんのよ。いじめて。で、3年間全く光のない牢獄にずっと閉じ込められてた。たった5ドル盗んだんだぞっつって。そう。俺の人生はそんなに悪いことをしたのかって言って。めちゃめちゃ名シーンです。告発見てください、告発。やばいよ。うん、マトリックス1個目良かったっすね。うん。あ、俺も同意見。マトリックスは、広角機動隊のパクリって言われてるけど、良かった。正直。うん。広角機動隊のハリウッド版より良かった。あれはあれで正解。スパイダーマン1面白い。アメコミやらせるとね、俺ね、スパイダーマン何を評価してるかっていうと、日本人との根本的な違いで、本当に好きなやつ。要は、スパイダーマン大好きなやつを監督にすんの。で、まんまやるから。要はコミックを実写化すんの。
まあ実写になったらこうなるでしょうじゃないの。もうまんまコミックの世界観持ってくるから、予算もバンバンかけて。あれが好き。もう気持ちいい。もう要はコミックだよ、つって。アニメだから。そこはね、アメリカ人の潔さだよね。俺、ドレさんなんかザ・ダイバー好きそうだけどね。ドレさんなんかザ・ダイバー大好きそうだけど。あれで号泣するタイプだと思うよ、ドレさん。見てないのかな？ザ・ダイバー。俺はね、なんかね、やっぱね、語り合うシーンが好きなの。なんか、その、狭い空間とかでもいいんだけど、ワンシーンでロングに語り合って無言があるシーンみたいなのが好きなんだよね。デニーロ。で、やっぱデニーロって言っちゃうんだ。あれ主演デニーロじゃないよね。主演デニーロになってるけど。グランブルー見てないのよ。うん。いや、めちゃめちゃつまんなかったわ。俺もうセッション見に行ってもうほんと、ボロクソに言ったかんね。あれはあれだよ。ロッキーとかと同じジャンルだよ。ドラム関係ない。セッションは俺ダメだった。あれ全然面白くない。あれはなんか格闘技だから、うん、俺は合わなかったね、セッションは、うん、皆さんドラムあれだもんね、あの映画好きだもんね、うん。深夜食堂待ってるんでしょ。違う、俺が終わるの待ってるんだよ。この人頭いい人だから引き継ぎ待ちなんだよ。悪いけど俺稼げてないからぶつけるけどね。多分次枠で俺がトイレ行ってる間にリスナー誘導するんだよ。ちゃんと分かってる。お互いそれはあうんの空気で呼吸を読み合ってる。俺も分かってる。ドレさん枠もうちょい待ってね、あと10分待ってねって。ああ10分仕方ねえ、ワドを見るかっつって。リスナー流れるんだから。俺も100人になるの分かってるんだから。気使ってくれてんの、ドレさんは。お互い配信者もいろいろもう人数が増えてきたりするとね、しがらみが増えてくる。昔みたいに過疎だからって言って自由にやれなくなってくるんですよ。お互いほら同業でぶつかったら嫌だ。だからドレさんが温まった頃にまあ静かにうちはやりますから、ワドの深夜食堂。100人ぐらいでポチポチと。あとなんだろう、映画で面白いのと、なんだろうな。俺ね、必殺仕事人はパチンコやってみて興味湧いたの。なんかドラマっぽく、江戸な時代劇っぽくないっていうか、なんか特撮っぽいんだよね、ちょっと。それがね、すごい新しい感じがして、見たことないから分かんないけど、パチンコの演出しか見てないんだけど、あれこれって仮面ライダーとかなんじゃないかなと思って。時代劇と仮面ライダーみたいな。あれは一回ドラマで見てみたいなとか思ったけど。モンドかっこいいよね、中村モンド。まあ、やっぱあと山崎努さんかっこいいっていう、うん。初見さんいらっしゃい、コメントありがとう。もしよかったらフォローしてってください。バカありがとう、アイテムありがとう、和樹さんありがとうございます。でもね、なんだろう、スティーブン・キング原作の映画スタンドバイミーとか、スティーブン・キングって、なんかね、その俺は昔の人が好きなのよ。なんか豪快でバカみたいな人が今いないんだよ。配信者しかいないんだよね。生き様がかっこいいっていうかさ、捨て頃からか。ありがとう、フォローして。俺は特に勝慎太郎が好きなの。勝慎太郎がさ、もうこんな顔してるじゃん、こうやってこんな顔してるじゃん。
あのね、俺は拳銃のエピソードが大好きなんだよ。東京湾で拳銃撃ったの。で、逮捕されたのよ。銃刀法で。その時の言い訳っていうのがすごい好きで、何が悪いんだと。俺は俳優なんだって。俺は俳優なんだって。拳銃の重さも、撃った反動もわかんなかったら演技できねえよって。で、誰もいない海で拳銃撃って何が悪いんだって言ったの。いや、悪いからって。誰がどう考えても悪いのよ。でも、その、誰がどう考えても悪いのに説得力があるんだよ。俺は人を撃ったわけじゃないって。フォローして、フォローして。俺は人を撃ったわけじゃないんだと。俺は仕事のために拳銃を撃ったんだ。誰もいない東京湾で撃ったんだって。何が悪いんだって。これがね、こういうなんか豪快な正論、間違ってる正論みたいなことを言う人が少なくなった気がして。あの件に関してはね、なんか、真似ようとか思わないよ。それが正しいと思わない。絶対間違ってんだよ。絶対間違ってるんだけど、なんか良かったんだよね。そういう人いないよね。もしかしたら窪塚がそうなるかなっていう可能性があったんだよね。でも窪塚はマンジラインになってしまったから、残念なことに残念なことに窪塚には期待してたけどマンジラインになってしまったんですよ。残念ですよ、ミストン見てないね。だからね、俺ね、最近思うんだけど、バカになってるので、配信はすごく良くなってるんだけど、稼がせてもらったりとか、フォローしてもらったりとか、沖縄行けたりとか、捨て頃出れたりとか、伊丹十三さんいいね。伊丹十三さんいいよ。そう。でもね、本を読まなくなったし、漫画すら、映画すら見なくなったの。本当に頭の回転バカになってて、語彙もなくなってきてるのよ、だんだん。3年前とかに比べて頭の回転も遅いの。経営者の頃だったらもっと対応できたの、マルチタスクで。ダメだなと思ってる。本読まなきゃと思って。本見なきゃ、映画見なきゃって。すごいね、それがね、ダメだね。要はインプットする時間がないから吐き出せなくなってんの。引き出しの数が少ないんだよ、今。話がループになってて。で、雑談配信者はネタが命だからさ。ちょっとそこは今締めていきたいなと思ってるんだよね。本は楽しいね。本は楽しい。でもね、俺小説は苦手なんだよね。小説はなんか情景が浮かばないんだよ、自分の中で。それでは皆さんありがとうございました。そろそろドルさんに引き継ぎたいと思います。もし初見さんで面白いなと思った方はフォローしてってください。あとね、最後に、アイテム投げてくれる人はアイテム投げてください。4時間枠完走です。皆さんありがとうございました。それではお別れの曲を流したいと思います。お疲れ様です。最後にアイテム投げてくれる人はよろしくお願いします。お疲れ様でした。次は変わるよ。もし次は見てくれる人はフォローしてください。マッシュポテトバーガー3つありがとう。お疲れ。メイメロ風船ありがとう。スミキちゃんバーガーありがとう。ウニさんお疲れ。お疲れっす。次役もぜひ来てください。みんなありがとうね。おやすみ。寝る人はおやすみ。次役見てくれる人はフォローしてください。お疲れ。
お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。